スリアルチャンネルご覧の皆様、こんばんは。ゲームの達人の時間です。漫画家の片山雅之です。今日はですね、新しいゲームを2つも同時にやっちゃおうという感じです。そしてすでに練習をしましたけど、なんか僕の苦手なゲームばっかりで今日は辛い日になりそうです。頑張ります。それでは妖精ちゃん、はい、皆様、ご覧いただいている皆様、こんばんは。本日も司会進行を務めさせていただきます、妖精です。よろしくお願いします。さあ、序盤から弱音を吐いてる先生ですけれども、今回のメンバーを見ていただくと納得のメンバー、納得のコメントだったのかなと思いますので、早速恐怖のメンバーを紹介しましょう。はい、それではこの方からどうぞ。皆さんこんばんは。最高位戦日本プロ麻雀協会の井口清香です。私は恐怖ではございません。ちょっと前髪を切りすぎてしまって、まあ、髪をちょっと2個に結んでみて、まあ、入院服みたいな服も着て、今日はそうですね、ちょっと病弱ぶりをそこでアピールしつつですね、まあ、黒い服を着た人 と、 ちょっと手強い人がもう一方来てるんで、はい、なんとか今日は疑われずに生き延びたいと、命大事に今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ただすでにもうスワット顔って言われる、あ、テロリスト顔って言われる、テロリスト顔ってなんか言われますよ。ひどい顔みたいな。まあ今日もテロリスト顔で頑張っていただきたいと思います。まだ一回もね、人狼、人狼顔って言われたんですけど、はい、そうなんですよ、はい、一回も勝ったことないんで、そうですね、今日は勝ちたいです。ぜひ頑張ってください。期待します。よろしくお願いします。それでは、お二人目がこちらになります。はい、皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会の大浜岳です。よろしくお願いします。昨日ですね、別のチャンネルでワンナイト人狼やってたんですよ。で、協会のまあ女の子、まあワンナイト人狼初めてやることか2回目とかいうことをやってて、もうほんとね、ういういしくてね、可愛かったんですよ。それに引き換え、今日の女性はいや、ロックオンですよ。もうね、樋口さんにロックオンとか、ちょっと嫉妬されそうな上に何も美味しいことがないという。樋口さんはもう真っ黒だし、今日もう一人のね、女性もね、もうちょっとね、ほんと怖いんで、ちょっと今日は僕が片山先生と一緒にプルプルする係かなって思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の女性陣、ゲームの内容がちょっと強そうですからね。強そうだし、これセクハラすると本当に怒られるやつなんでできないです。そうですよ、セクハラも控えめでいかないと危ないですね。うん、今日は、はい、チャラく内容で。はい、真面目に。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは最後に、ゲームの達人は初登場ですが、皆さんおなじみのこの方です。はい、皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会の大崎初音です。樋口さんとか大浜さんとか超怖い、超怖い、超怖い。やっぱりあの人、もう人狼もですね、もう迷やっぱあれですね、人狼、あ、超怖い、超怖い、迷ったら釣りましょう。はい、この人超怖い、いや、一番怖いっす、一番怖いっす。真っ黒、真っ黒。いつもはヒルダとしても舞台で活躍されてますし、人狼でももう大活躍なので、皆さんワンナイト人狼かなり今日期待されてるかなと思うんですけど、どうですか、ワンナイト人狼は。ワンナイト人狼は苦手です。あ、そうなんですか。本当に苦手なんです。みんな竹中とかもみんなそう言って嘘つくんだよ。本当に苦手。あとなんか居酒屋でやる人狼とかもすごい苦手です。居酒屋で人狼がもう苦手かもしれない。狼じゃん、嘘つきじゃん。本当に始まってる。でも人狼減ったらさ、なんかドキドキが止まらないの。嘘もういいよ。楽しくて誰を騙してやろうみたいな。本当にどうしたんですか。でもさ、なんかもう人として救った方がなんか達成感がある、私はね。村が好きなんですか。村めっちゃ好きです。ですか、うん、選ばれしポーンが大好きです。そうなんですね。もうマジです。なんか拡大戦術ですか。始まってますよ。始まってますよ。もう始まってますね。さあ、それではこのメンバーで本日お送りしてくる片山先生、なかなか難しい回になるかと思いますので、もう大崎さんに怒られないお仕事です。今日はそうです。なんでラジオ本来怒られないお仕事、なかなか難しいお仕事ですけれども、はい、皆さん頑張っていただきたいと思います。それではすぐに1ゲーム目ですね、初めてのゲームになるタイムボム始めたいと思いますので、お席に皆さん、プレイヤーの皆さん、はい、いただけますでしょうか。じゃあ初めてのゲームですのでね、視聴者の方にもご説明をしながら
やっていきたいと思いますので、あのなかなかのこれを配りますか、本崎さん、ヒルダさんが他のゲームをやるのもなかなかないと思いますのでね。これで視聴者の方に役職というか、はい、そういうのは伏せて今回は行きたいと思いますので、はい、村人、村人です。そうですね、スワットと、人狼が好きな方はかなりこのゲームはちょっと入りやすいかなと思うんですけれども、説明をしながら行きたいと思っております。これはですね、タイムボムといってテロリストとスワットに分かれまして、テロリストは爆弾のカードをこうめがけてというかめくると勝ちですね。それでですね、スワットさんはテロリストさんに爆弾をニッパーで爆発させられないように守るというのがルールになってます。はい、それでは準備整いましたか。はい、はいはい、それでは1ゲーム目始めてください。よろしくお願いします。お願いします。誰かな、ワンサクセス。ああ、言うの、ね、あ、違うの。言ってこっか、カミングアウトからですね。ワンサクセス、ワンボム。僕のとこ行かないでください。はい、じゃあ私はオールセー。初めてのゲームですので、ルールはですね、一応上にノーボム、サクセスが1個少ない、あれ少ないよね。ワンワンワンで、僕ワンボム、ワンワンワン、うん、1個少ない、から1個少ない。でカードがですね、ガクちゃんが、ボムは1人だけじゃないですか、うん、カードの種類なんですけども、本当のこと言ってるテロリストのバージョンもあるので、セーフ10枚、セーフ10枚、20枚、テロリストとかではなくて、うん、あの1人2枚あれば2枚って言っちゃって負けられない位置にいるので、これはですね、順番にニッパーのカードをじゃあ私この人このカードは全然あるよね、テロリストで、ね、次のターンを開けられるべきだ、自分が受け取ったニッパーを他の人に、他の人のカードを送っていくっていう感じなんですけども、サクセス出たらめっちゃ本物っぽくないですか。そうね、なるほどね。でボムはないだろうから、ワン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 でしょ、うん、だってそこにあるんでしょ、うん、ここにあるんだよ、はい、あ、だから逆にワン1枚出たらいいし、2枚出たら嘘つき確定だし、報告ありがとうございます。私は3人全員が分かんないんで、あのこうやってもらった方が情報が出るんで、それでじゃあ僕からでいいですか。はい、いきなり裏切ったりしてね。いきなりボムみたいな。はい、いきなりはないんじゃないですか。ちょっと聞きルールが聞き取りにくかったということなので、ちょっとだけ皆さんの、あのプレイヤーの声を下げさせていただいて簡単に説明をしますね。ですね、これは、タイムボムというゲームで、テロリストのカード2枚、スワットのカードの3枚という役職カードがあります。で事前に役職を4名は決めています。でですね、お分かりのように5枚テロにスワ、テロリスト2、スワット3なので、テロリスト1名のスワット3名の場合もありますし、テロリスト2名、スワット2名の場合があります。でですね、テロリストもあの序盤見方分かりません。お互いのカードを確認しませんので、テロリスト序盤分かりません。カードが減ってくると、あれこの人嘘ついてる、味方かもみたいな感じで分かる場合もあるんですが、最初はお互いの役職カードを公開してませんので分かりません。でですね、あの手札のカードなんですけれども、セーフのカードが15枚、サクセスのカードが4枚、ボムのカードが1枚で、合計20枚、皆さんの手札が5枚ずつ入ってます。でですね、勝利条件なんですけれども、スワットの人は4ターン以内、1ターンでですね4枚めくるんですね、人数分、それで1ターンなんですけども、4ターン合計16枚めくるうちに4サクセスを当てればスワットの勝ちです。自分に仲間がいると思わせるために1枚少なく言ったんですけど、でですね、2枚あります。テロリストの勝利条件は4ターン以内にボムを見つけて爆発させるか、もしくは、4サクセス、テスワットに当てられなければ勝ちです。しょうがないか、私も大浜さん疑いますけど、私と大崎さん対立していくことわかりますよね。人狼によく似たゲームですね。でもですね、最後の方、あの
テロリストとか、あれこの人味方じゃないって言うとパワープレイ、あの誰にカードを引かせるかって自分たちで決めていいので、テロリスト仲間が見つかるとテロリストだけでそのニッパーでやり合うみたいなこともあるんですね。なのであのカミングアウトのタイミングとかもいろいろあります。それ減らしたらすごい、上げると2テロリストの確率って上がるじゃないですか、今増やしたことによって、うんうん、それってあのテロリストっぽい行動だと思うんです、ですね。あと最後に注意点なんですけれども、1ターンごとに手持ちの手札のカードをシャッフルしてます。あったのに、なので自分のシャッフル1ターンごとにシャッフルします。それからあと自分でもう置いてる場所を分からないように置いてるので、誰に何を引かれたかっていうのは開けてみないと分からないです。その点ちょっとゲームの中での注意点かなと思います。あとはじゃああのプレイヤーのこうパッションの見せ方とかをご覧いただければなと思いますので、分からなければのコメントなどでお願いします。テロリストが本当はワンサクセスノーボムで、ボムを切らせに行きたい、あれ違う、いやじゃあ私のこと信じないんだけど開けなくてもいいですけど、ちょっと待ってね、僕と先生目線はテロリストが一人の可能性は全然あるけれども、この二人のどっちかを結構テロリストだと思ってるので、の現状ね目線だと、あ、ノーサクセスで2サクセスって言ってる可能性もあるのか、二人は確定しないのか、確定しないね、嘘をつく枚数が1枚とは限らなくて、別に2でも何でもいけるから、なんかとにかく最初からの人間貯金って決めるしかないと思うんですよ。人間貯金、どれくらい人間っぽかった、あそれまでスワットっぽかった、そか僕に来てくれると、僕とりあえずガクちゃん行くね、はい、ガクちゃんとりあえずさ現状さ、ガクちゃんがテロっぽいっていう人いないでしょ。いや私は全然この2人もまだあると思います。 あるね、はいはい、あると思います。結構フラットだけど、でも片山先生が大浜さんを信頼しているのが、まあ、ちょっと不審かなっていうのは、いやでもなんかね分かるんですよ、僕も先生と同じ意見で、僕目線先生が白っぽく見えるんですよ。でもそれはこことここが置かれてる状況が多分一緒だからだと思うんですよ。そうだね、こことここに一人いるって思うのが自然じゃないですか。一人はいるよ。ですよね、うん、でももう一人をなんでそんなに信頼できるのかっていうのは私ちょっと分かんないですよ。私結構イーブンだけど、まあでも樋口さんも一番黒っぽいけど、いえここはさすがにお互いがテロリストだって思う。全然私は思ってないです。あれ私は思ってる。だって2と2だからね。2と2ってか2と 2, はちょっと2と2で4だからね。ああそうすると、じゃあテロテロってことテロテロになるね。そう、あしかも昨日から最初1って言ってるじゃないですか。じゃあはい、はい、じゃあ先生僕を村だと思ってくれてます、うん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 、じゃあ僕に渡してどこに返したら一番村っぽく見てくれます、うん、俺それ信じます。それね、あんま学ちゃんの情報が出ないからやめてほしい。僕に返してくれたら一番それ信じるけど、そっか、ワンサクセス見てほしいからそれ やりますわ。おでもわかんない、僕いやでもそれでもいいかな、ね、僕はどっちだかわかんないから、私は大崎さんに行かれるぐらいならこっち行ってほしい。でもこれねガクチ、これでガクちゃんテロだったらもうたまらんって感じで、もう私大丈夫です、うん、あでもガクちゃんは別にいいよ。いやでも俺に返さないと別に開けなくて、別にあの信頼してる方でいいよ。ここで2枚開けてくれるんだったらいいですよ、開けなくても。現状大崎の方を俺は樋口より信じてるんだけど、うん、じゃあ言ってもいいっすよ、うん、でも2人もしテロリストがいた場合って、うん、こことここって多分ないないですよ。多分ないよね。ないね。なさそうだよね、うん、もし2人テロリストがいると僕目線は、うん、片山先生、あるある2人テロリストだと、どっちかが0どっちかが2とかはあるんじゃない。あとどっちも11で22って言ってる場合とかあるじゃない。ボムを持って全員、うんうん、私がこんなこと言うのもあれですけど一応ありますということだけ。まあでも1なんですよね、サクセスがで2って言ってるんですよね。でどっちが切らせたがってるかというとやっぱ樋口さんの方が切らせたがってるように見えるので、ここは先生に行きます。怖いんで、あと10枚しか開けないから。ああそう、でもまあ、でも行きたいんだけどね、どっちか行きたいんだけどね。いや、いいんですけど最初でも1枚あるんだよね。そう、1枚あって、予防位置で行ったらサブ位置行った方が多分、うん、
あら。あ、スワットだ。何やってるんですか。何やってるんですか。何やってるんですか。チョンボしちゃった。テロリストはどうなったんですか。はい。イエーイ。イエーイ。だってこれ悪人に見えたんだもん。テロリストです。悪人に見えたのこれ。先生。何やってるんですか。ごめんなさい、チョンボしちゃった。まあ、珍しく樋口さんが違うんですよ。違う。ここの村には3人テロリストがいたの。いや、でも、超人がいた。あのね、聞いて、3人テロリストがいたんですよ。待って待って、でも私テロリストだけど、本当のことしか言ってないよ。僕は、私だってサクセスなんてないです。ほら、ほら。先生。先生、大丈夫ですかそれ。ほら、あるでしょ、人の場合でも。ということで、1ゲーム目は、ごめんなさい。テロリストが、やりました。やりました。なんだ、おテロテロ感珍しいなって思ったら。私ただです。テロリストチーム三人いたよ。リア協リア協。え、私スワットとしてしか動いてないから。大崎さんやテロなんて私は分かってます。プレイヤーの皆様、初めてのゲームなので視聴者の方が役職見たバージョンも見たいなっていう感じなので、一度ですね役職が分かったら人狼的なやつでやりますか。一回皆さん下向いてもらってカードをこっち側に見せてもらう感じに。一斉でいいんですかね。一斉で大丈夫です、はい、カードがちょっと映る、こっちで映しますので、はい、出します。なので一回カードをめくったら目をつぶってあげてください、こっち側に。それで一回こう視聴者の方に理解しやすいようにして、まあ非公開でまたやろうかなという感じにしたいと思います。こっちに見せてもらえば大丈夫です。目つぶってもらって自分が確認したら、あ、自分確認してから大丈夫です。で、先生見間違っちゃダメだ。今度は大丈夫。全員悪そうな顔してるから、うん。一応カメラに映します。はい、出してください。せーの、せ。こんな感じになっております。うんこめでも出しますので。はい、OK でーす。伏せてください。よいしょ。さあ。皆さん今、見にくい部分もあったかと思いますので、うんこめで今出しますね。もう樋口さんに怒られてる。2ゲーム目。怖い。怒られないお仕事ですよ、今日は。今日は大崎さんに怒られるはずが。もう樋口さんに怒られてる。まあでも、サングラスがね、ちょっと悪い顔に見える。そうなんだよ、もっといい。善人みたいな。グラさんだからな。これどうする？なんか、バって言うのもいいし、またさっきとは違う作戦があるんだったらそれでもいい。あ、じゃあ、別にまあ、なんでもいいんだけど、うん、指でせーので出してみない、うん、で、いい、右手がサクセス、はい、で、ボムがある人は左手でボムやろうか。はい、オッケー。右手がサクセス、左手がボム。サクセスの回、はい、まず枚数で、そう、0か1か2か3か4か、はい、はい、ボムはなかったら、ボムがなかったら何もしない。手はない、はい、はい、せーの。あ、数字合ってるね、これ。あれ、みんな、合ってる合ってる。え、だってボムで、あ、ボムか、あ、そう、ワン、ワン、ツー合ってるよ。あ、そうか、これがボムか、うん、あ、じゃあ合ってんじゃん、じゃあ合ってる。あ、それぞれの手札は自分で何枚持ってるかを知ってますよ、プレイヤーは。分かった、これは平和村だ。ない、平和村はない。誰も嘘ついてないってことだね。現状、一旦目はおそらくついてなさそう。そうですね、はい、来てますね。じゃあ、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 樋口さんに行くの。じゃあ、行きますね。はい。おお。え、僕か大崎に行くのが、うん、僕、じゃあ現状枚数がおかしくないから、まあ、点数、今の提案してくださった浜、はい、さんに行きましょう。おお、すごい。やったー。戻した方がいいよ、だって5分の1だけど、4分の1だもん。ティー、セーフ。じゃあ、ないから大崎さんの、大崎さんの行きたいね、うん、真ん中、俺3枚行けばいいな。あー、まあそううまくは。でも2枚空いたら、2枚空いたら相当有利ですね。さっき、さっき開かなかったもんね。はい、こっちやります。あ、じゃあお願いします。じゃあサクセスは真ん中置いて、セーフは白いのが大変。今2サクセスですね。はい、2サクセス出ました。2サクセス出てますね。だいぶスワットが有利になりました。2ターン目に移ります。それか、なんかあんまり嘘を
今初日につかなかったっていうことは一人なんじゃないですか、テロリストみたいに。ああでもテロリスト一人か二人か分かんないから、自分がっていうか。そっか、今は役職を公開してやっております。視聴者の皆さんには見ていただきます。じゃあさっきと同じでいいんじゃないですか。じゃあこのゲームはなんか全部一斉出しにしてみる。右手がサクセス、サクセス、左手がボールね、せーの。嘘つきがおる。そして先生はほぼ真。あれほぼ真合ってる？合ってると思うんだけど先生のとこ開けても100%じゃないから役職大丈夫、その後っぽい職大丈夫ですか、うん、でも来てもあんまりね、そうメリットはあんまり ないけど、安全は安全、あの、まあ、2枚出てるから、ね、ただここの3人の信頼っていうのが、まあ、一応私は樋口大浜がサクセスさっき出てる分、まあ、単純確率で言うと5分の1枚俺出てる俺の方が信頼度一応高いのか、樋口はさっき5分の2で1個サクセスだったんですよ、はい、うん、僕は5分の1で1個サクセスだった。それはね関係、あ、違うか、あんま関係ないか、だって2枚開けた枚数一緒だから、うん、私なんですよ、うん、で私自分がスワットだから、うん、2人のどっちかにテロリストがいると思っていて、うん、2人っていうのはここ、うん、まあ、それはもう、うん、我々目線も一緒で、僕はここ、樋口さんはここ、うん、そうそうそう、あれ初日サクセス何枚出たんだっけ、あ、初日は一緒だったんだよね、そうそうそう、211ボムだったから、じゃあ私それで2って言った樋口さん信じるわ。はい、それじゃないでしょうか。それじゃない、お答えしますけども、信じてもらえたら嬉しいです。カードの内容、手札のカードの内容で、ありがとうございます。サクセス4、セーフ15、ボム1、これは変わりません、固定です。11ですよね、変わることはありません。役職の枚数の掛けが出るか出ないかですね。からなので今、そうですね、私のところにはもうないです。あと残りの1枚ですね。あと1枚ですね。信じてもらえたから大崎さんに返そうかな。いいと思う。うん、恥で。やったー、イエーイ。サクセス出ましたので、この時点でスワットチームの勝利が確定です。何も、何もできない。チーム協会はテロリストでした。平和なテロリストでした。すごいね。いや、こんなことあるんだね。あ、ボムはあったんですか、じゃあ。いや、僕が。こっち行けばよかった。樋口さんの方が嘘っぽいなと思って、樋口さん。2日目にさ、本当のこと言ったのに、1枚多いからさ、うん、2人いることは分かるじゃん。はい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 。どっちか嘘つきだと思って来てくれたんですよ。同じメンバーで顔が嘘つきより逆それやめてくださいよ、尾崎さん。顔が嘘つきっていうのは樋口さん顔が嘘つきだよね。いや俺も全然今分かんなかったわ。これ練習の時から顔がテロリスト、顔がテロリスト、顔が嘘つきって言われてる。テロリスト顔ってどんな顔だよな。確かに。さあ3ゲーム今、まあ、みんな一生とすわ。2連続テロリストなんだけど、まあ、視聴者の方が役職を公開してる方が見やすいみたいなので、もう一回公開しましょうか。はい、今みたいにやりましょう。私はスワットです。私は占い師です。ボスぐらい信頼度が高い占い師です。めっちゃ怪しい。めっちゃ怪しい。ご自身の役職を確認してから目つぶってくださいね。あれ、皆さん見ました？はい、見ました。じゃあ札を開けてください。カードを上げてください。今回はこんな役職になってますよ。皆さん確認できましたか？はい、伏せてください。はい、 OK です。はい、それでは3ゲーム目この役職でやりたいと思います。うわ、役立たずだなぁ。いや、私も超座ったか先言っていい？うん、2サクセスノーボム。怪しい。あれ、4枚しかないわ。あれあれ、あ、行きます。もう一回、もう一回、すみません。あ、やーやー、ごめんなさい。まあ、こういうのもね。こういうのもあるから。こういうのもありますね。で、このパッションはちょっと村っぽい。うん、かな、今ね。本当かな、本当か。もう今、ほんとに悔しい。いや、でもそれわかんないです、ね。いや、あの、基本的になんか、私、先にスワットだったら言った方がいいよ。だって、私テロリスト2回引いた時に、みんなの数知ってから言いたいもん。
合ってるんだったら、うん、本当のこと言ったり、うん、常にずれてるんだったら相手に知ってほしいからとか、うんうんうん、さあさあさあ仕切り直してやり直しますよ。失礼しました。いや多分僕がさっき脇に置けてたからと思う。ご質問が先ほどありましたので視聴者の方にお伝えすると、手札は何を持ってるか皆さんプレイヤーは知ってますけれども、どこに何を置いたか分かりません。はい、分かんないです。そういう状況で皆さんやっております。でも自分の役職は間違いないです。確認しないと。チクチク言われてます。僕だけでいい。チクチク。じゃあ僕の役職はみんなには見せるよ。ねえ、ボム持ってる人から聞かない？ああ、なるほど。いい、ね、じゃあボム CO がある人。ボム CO。 じゃあせーのでいく。なんかせーのでもいいけど、ずっとせーのだと見た目美しくないから。ああ、なるほどね。ボム。飲む。ないない。飲む。I bomb. One success. Two success. One success, one bomb. 語りがおる。なので。でもさ、ボムあるんでしょ。ある。だからいけないですね。こっちから。ツーのとこから来て安全じゃない？うん。2あるよ。私もね、うん、先生がテロリストだったら、私最初のさ、うん、サクセス言ってないでしょ、先に、うん。ボムだけ言ったでしょ、うん。だから1とかにすると思うんだよね。でも、今この周りで言って、サクセスの数特に言ってなくて、うん、1、1って言ったから、うん、あ、2で合わせに来た可能性も、あるかな。合わせに来てもいいんだけど、合わせない方が相手に気づいてもらえない？でもワンワンワンだったら、うん、みんな信頼度が変わらないから。ワンワンはあんまり信頼度分かんないですね。そう、変わんないんだけど、仲間がいることは分からない。最後に合わせに行った人はとあのテロリストは分かると思います。うん、あとその例えばガクちゃんがテロリストで1枚しか持ってなくて、うん、普通にワンって言ったとするじゃん。うん、で、その結果今5枚あったら仲間いるの分かるよね。うん、それ分かる。そう、だから先生ずらしに行くんじゃないかなって私は思ってるんだけど。だから少なめに言うってことでしょ。テロだったら1って言った方がめくられなくていいよね。あえて2って言って、まあ、いや、めくられるのはいいけど、仲間がだから1人か2人じゃん、テロリストって、うん、それを2人いるのを相手に知ってもらうとか。ただずらしに行ったのは大崎さんだと思うんですけどね。ああ、まあね、はい、でも私ボム一人しかいないんだよ。そう、ボム持ってて、うん、で、まあ現状を、まあ、ぴったりだったじゃないですか。それで、まあ、サクセスって言ったことによって、うん、仲間が、あ、嘘つきがいるね、仲間がいるねっていうのを言ったのも大崎さんですし、うん、あ、じゃあ私が怪しいってこと。でもね、ちょっと怪しい。それはそれでいいや。大崎さんは怪しくないな。うん、怪しくないことはない。まずボムの、あ、そう、でもそう、ボム CEO が結構嘘でボム持ってられるボムって言って、例えば、うん、ボムって言ったらどっちかの偽物は確定しちゃうから、うん、1ターン目にボムっていうのはちょっと高すぎる。ボムかぶりしたらそこからずっと敵だから、しかも2人いたら5人で例えばタイムボムやって、うん、2人いたらいけるけど1人しかいない時点で、うん、1回目のボム CO で1人は私は信じてほしいです、かなり。じゃあ切って切って、現状信じます。じゃあ現状は、はい。おお、さっきからみんなうまいな。さっきは嫌だなと思ってたよ。ここにボムがあるってこと。あ、だからここはやめて、1個入ってるけど、ここと11なんですよ。11ですね。じゃあもう、あ、でも、うん、じゃあ金さんに行こうかな。行きます。金さんに行こう。はい、出ろ。セーフですね。まあ五分一だからね。じゃあもう一回先生に行きますよ。こっちが確率できないですね。はい。もう。で、最後、うん、確率で言うと樋口さんなんですけど、次のターンにどっちにニッパーを持たせてスタートするかの話。なるほどね。大崎さんからじゃあどっち怪しい。今んとこ信じてるんだけど。今のとこね、信じてもらえない樋口さんに分かってよっていう気持ちは分かりありますけど、うん、でも合わせに来てる大浜さんの方が若干怪しめかなとは思ってますよね。合わせに来てる、あ、樋口さんが疑った後に、いや俺は、うん、いやでもみたいな。うん、でも、ま
でも確率的にこうだ、ちょっと分かんないんで確率で言ってみますよ。はい、ゼロ。あ、出なかったです。はい、はい、2ターン目終了ですね。ねこのさ、役職カード下、こっち置いといていい？あ、なんか怖いよね。私、ニッパーにしちゃうんだけど。そうですね、ニッパーに。怖い、怖い。あ、そうね。ここに置いとこう。手振ってって、コメントが。知らんけど。ハッピーターン食べた。ハッピーターン。ハッピーターンの発注が。持ってきて、持ってきて。ハッピーターンの発注が。ツーサクセス出たの大きいですね。早いね、さっきから。先生の信頼度はうなぎ登りですよ。うなぎ登ったか。え、これさ、どの今度順番決めて言わない？いいですよ。じゃあ信頼が今上がった先生が順番を指定してください。誰から言うか。疑ってる人から言ってもらう。うん、ああ、なるほどね。じゃあ。こういう順番で言ってもらいましょうか。はい、疑われてるよ。疑われてた。先生、今置くときシャッフルしましたか。シャッフル、あ、じゃあ、樋口さん、私もそうだ、はいはい、自分で見たからね。そうです、あ、そうね、はい、はい、はい、しました。はい、はい、お願いします。私が一番疑われてるなんて、私はオールセーフです。ふむ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 、私はワンサクセス、ワンモブでございます。私、ワンサクセスです。僕は、何にもないです。数は合ってますね。合ってるってことは、まあ、大崎のところに行って、はい、3枚目が出たら、とりあえずこのターンはリスクを犯さなくてもいいと思うんで、うんうんうん、まあ、僕のところにはよこさないで、大崎、片山が、うん、あ、ここもあるんだね。まあ、先生の方がさすがに心配高い、ここのやり合いが良さそうだね。1、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 1
と思いますね、はい、はい。私は大崎さんに行きますよ、はい、行けてくる、はい、当たろ、当たれ、はい、これないんですよ。あ、そうか、はい、今めっちゃ考えてた。はい、はい、かーすかそう、すごそう、いやいや、4分の1です。まあ、ないけど、なかったことによって別に死んだりとか下がるわけじゃないんだよな、ね、そんなに数は合ってるから、ね、合ってるね。はい、3ターン目が終了してしまったので、え、2ターン目、あ、2ターン目ですね、やり直したんですね、失礼しました。じゃあ、あと3、僕があと2ターンですね。1、2、3、いや、先生、先生です。あと2ターンでスワットさんたちは4サクセスを、あ、2サクセス見つける。テロリストさんはあと2ターンでボムを見つけるか、スワットさんにサクセスを開けさせなければ勝ちですね。じゃあ今度は誰からする？タイの先生、またまたまたシャッフルしてないね。はい、はい、今度はどうします？じゃあ僕サクセス1枚あるんで、いい、はい、サクセス1、はい、ボムはなし。ボムはなし。私もなしです。何もなし、何もなしです。私も何もなしです。実は僕も何もなしです。ボムが、私ボム持って、あれ、私持ってます。でもな、あの、何にもないんで開けないでください。村方に、うん、あれで、サクセスある人が僕が1で、私ないです。先生もないって言いました。僕もないです。僕もないです。ない、ない。不良品です。不良 品カードが1枚足りません。まあ、とりあえず僕のとこですよね。本当だったら不良品です。1枚あるんだよね、うん、で、ここは絶対あります。ボムあります。ボムあります。あの、このターンで自分と対抗する人を見つけるのは絶対大事だと思ったんですよ。一、うん、人は絶対自分と戦う人っていうのを見つけるのが大事だと思ったんで言わなかったんですけど、うんうん、で、最後に言おうとしたの。はい、うん、じゃあ、とりあえずガクちゃんいいですね。そうですね、大丈夫なのかな。うっすし、よしよしよし。で、ここは絶対開けないじゃないですか、うん、はい、で、どっちかを開けてサクセスが出たら嘘つきが確定する。確定ってか終わり。ああ、勝てる、勝てる、うん、で、待ってる方に行ってください。なんだけど、テロリストに渡すと多分私のところに来るかもしれない。でもね、カメラの前で3分の1特攻、結構ね、人は勇気がいるからね。これゲーム的には、うん、
先生の方が信頼高いんで信頼回した方がいいんだけど、面白さ的には樋口さんに回すっていうのはありなんだよね。全く信頼されないですね。されてないですね。本当に信頼。でもそうすると信頼してくださいよ。俺の芯が落ちるんだよな。いや落ちない落ちない。私にとっては落ちるよね。いや落ちない落ちない落ちない。私はスワットだから。2人がさテロだった場合、うん、最後のターンがこのキャッチボールされちゃうよ。そういうことでしょ、うん。そういうこと言い始めると私先生の方疑い始めますよ。いいよ、敵だもんきっと、はい、じゃあテロリストなんですね。現状をボムの数を正直に言ってるのは私なので、うんうん、そうだね。初日からそうでしたね。はいはい、はい、だから大崎さんは芯、うん、というかあのスワット置きしていいと思いますよ。でもさっきガクちゃんもねボムって言ったから、うん、結構信じ…じゃあもうここでやればよくないですか。私、樋口さん一人がテロリストだと現状を思ってます。なるほど。え、なんでですか。私全然本当にスワットなんですよ。信じて さっきからもらえないで勝ったりしてますけど。よし、わかった。みんなあるけどね。テロリストはきっと俺だけだな。俺だけなんだ。みんなスワットなんだな。開けろ開けろ。なので大崎のとこで当てよう。テロリスト、僕テロリストです。きっと一旦目から考えてるんですけど、みんな本当のことしか言ってないので仲間がいないんです。え、私もテロリストです。まあでもボムがあるのが大崎のところ特定だから、樋口さんの正体はわからないけれども大崎のところに行った方がいいと思うし、今樋口さんはテロリストだったらテロリストカミングアウトしない方が得だったと思うんだよね。そうするとこうニッパー行った時に最終ターンの時にニッパー回ってこなくなるから、僕はスワットだと思ってます結構。まあただ僕が言って、まあ僕当てればいいんですよ。えい、はぁはぁ。俺一人だったらしんどいな。みんな知ってんだよな、テロリストが何人いるか。一人だったら辛いな。つらたん安全に来る。で、うん、これあと 1本。そうなんですよ、あと1本か。でガクちゃんがテロリストだからこっちどっちか、ニッパー持たせるのは怖いけど、怖いけどしょうがないよね。2分1でボムなんで、そこ行けないんでしょ、はい、僕は行かないです、そこには、うん、すいません、さっきのテロリスト紙は取り下げます。ニッパー欲しがってるね。でもどっちにしろニッパー渡しかないんだよね。で今確実にテロだから、うん、僕は素直にこっちに渡しちゃうよ、うん、しょうがないよね、うん、これはね。次のターンのカードにかけましょう、うん、で先生、はい、次のターン、うん、何持っててもすぐ言わないでください。分かった、気をつける。気をつけて。あ、さあもうこれは私は樋口さんのところ、うん、3ターン目終わりましたので、はい、次が最終ターンになります。どうしよう、俺さ、テロリストのさ、樋口さんの正体がマジでわかんねえ。さあ、スワットさんはあと1ターン4枚めくるうちに1サクセス、テロリストさんはそれを出させないか、ボムを当てるしかありません。まあ僕は何も言わないですけど、言う必要も特にないので。オールセーフです。僕は大崎さんが止められてますから。医者から止められてるみたいな感じになってるけど。僕は何も言いません。じゃあ先生、ボムの所在は言わなくていい。サクセスがあったら教えて。1、うん、これで樋口さんがどこを切るかで樋口さん正体が分かるじゃないですか。なるほどね、うん、どこにボムがあるかは分からない、うん、そうだね。まあでも樋口さん僕のことを疑ってるから、うん、1っつってもそれをね、ボム持ってると思う。いやでも大浜さんに渡すぐらいだったらね、スワットの樋口さんは片山先生に渡すと思いますよ。うん、僕だけしか正直なこと言ってないでしょさっきから。そうですね、先生はあの2作戦出してるし、すごい村っぽいと思う、ので私は先生に行こうと思ってますよ。本当？はい。1で勝ちだよ。はい。当てれば。はい。本当に？ボムがないんだったら行きますよ。ボムないです。あ、じゃあ行きますよ。え、
いいんだけど、もし村だと思うんであれば大崎の結果聞かなくていいの、一応。そうですね、大崎さん聞いて困ることってなくない、村、もし村であれば。僕はテロリストだから何も別に語る必要もないし。いや先生はかなりね、多分ね、ここにあるよ。大崎さんないってことですか、うん、じゃあ何も。ちょっと待てよ、ちょっと待て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 、え、待って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 、ちょっと待って、ちょっとだけ待って。先生に渡そう、さすがに。こっちだ。先生テロリストか。先生テロリストだよね。え、あなた今頃スワット宣言。いや、じゃない、僕だってボム持ってないんだもん。誰もボム持ってないって言ってんだよ、これおかしくない。じゃあ私持ってる。あれ、え、先生はスワットなんですか。今聞きますけど。私スワットですよ、ね、テロリスト今確認、テロリスト語りしたスワット、スワットなんです。僕ね、スワット、うん、スワット、信じてください。わかんねえ、間違っちゃったの、さっき間違っちゃったんです。でもそれを今言ったらって私違う、さすが、なぜか大浜さんがしてくれたんで。じゃあ先生、大崎さんがなぜ最後に言わなかったかっていうのは、あの狼側というかテロリスト側にしたら最後に言った方が得だからです。違う、あ、私がテロリストって言ってんの。はい、あ、なんか今の発言すごいおかしかったです。いや、本当にそうです。だから来てほしいです。いや、いいよ、私はそこで言ってんだよ。これさ、普通にさ、テロリスト一人で私はそこで言ってんだよ。勝ちじゃないの、マジで。うん、ね、そうだよ、ね、だって私こいつあんだもん、ボム、こいだけど、え、ボムあるってさっき言ってた。ないって言ったよ、樋口さんとガクちゃんがテロリストの場合に正体が分かんないから、私がボムあると隠してたってことですか。そうそうそう、だからマジで先生目線の話をしていいですか、はい、僕もテロリストなんですけど、はい、先生目線の話をしますよ、はい、僕はテロリストです、うん、それを前提として信じるんであれば、うん、どっちかがテロリストです。え、どうしてどうして、絶対そうなの。伏せカードがテロリスト。いや、今、だってボム、ボム誰もないって言ってた。いや、あるって言ってた。あるって言ったじゃないですか。ボムあるんだって。え、ないって言ってなかった。最初ないって言った。で、大浜さんが本当にないって言うから。え、だって座ったら嘘ついちゃいけないなんて決まりないもん。ないない、ないない、うん、聞いてなかったじゃあ樋口さんに行くよ。はい、はい、で、信じて、はい、やったはい、決着がつきました。そうですね、1人だけで。今日は4サクセス出ましたので、スワットチームの勝ちです。さあ、スワットチームの皆さん、疑心暗鬼なスワットチームがこれ、山札見せる、見た。では、大幅さん以外の方にポイントが入ります。まあ、サンドイッチ外しちゃったらもうしょうがないか。では、最後のゲームですね。最後ね。はい、最後にしましょう。あれ、やばい、俺だけ1ポイント。そうですよ一人勝ちしたい。そうですよ。っていうか、スワット一回も聞いてないんですけどマジっすか。テロリスト、ペロリストです、ペロリストもうそれすでに運動で勝ちました。あー、なんか俺がさ、滑ったみたいなさ、パクったみたいなさ、それ良くないと思うんすよ、本当に。どうなんすか、はい、そこんとこ。ではどうしましょうか、最後は約束で非公開にしますか。またどうせテロリストですよ、公開でいきましょう。じゃあテロリストです、僕は。僕はテロリストです。あれでしょ、私聞いたことあるもん、なんかこういうの役職公開したら千人様が増えるって。千人様、千人様って言うんだって。いや、でも今の回は叩かれるのは僕だけだろうから。いや、私も叩かれるんじゃないかな、ちょっと間違った。勝てばいいんですよ、勝てば。タイムボーン、最終戦は非公開で参ります。あ、役職非公開、役職非公開で参ります。はい、皆さんシャッフルしておいてくださいね。しましたよ。シャッフルしておいてくださいね。見たらシャッフルしておいてくださいね。めっちゃ見てます大浜さんはコメントが出てくる。非公開だから、非公開、大丈夫ですよ。みんなウキウキしてます、一人。みんなこっそり、どっちがタイプか書いて。こっそり、こっそり、みんなコメントに。こっそり、こっそり書いて。バラさないから。何のタイプどっちの女性がテロリストか。いや、可愛いか最後俺かな。最後誰だっけ。最後先生に来たんで。はい、では最終ゲームですよ、はい、参りましょう。自由にやった方がいいと思います。テロリストってすぐ出づらいので、やっぱり。あ、そう、ツーサクセス、ツーサクセス。黙んなよあれ、あ、何もないです、何もないです。はい、ボム、合ってる、テロリストだそんなことない。でもボム、
ボム初日から来ないでしょ。しかも最後に言ったボムはかなり信頼高い、うん、あ違うか、テロリスト、あでもまあでも破綻する可能性があるから結構樋口さんは、いや樋口さんがテロリストは分かんないけど、まあでもとりあえず今日は大崎お花でやり合うが、やってくださいよ、うん、いいっすよ、あの破綻しに行っても5分1当てれば勝ちですよ一人勝ちですよはい、皆さん聞いてもらっていいですか、俺練習の時にこのやり取りやったんですよ、外すたびに下手くそか超取られるんですよ、マジ怖いんですよ、当たれ、お浜くん上手、あー当たれた、語り合いが語り合いが、なんて言ったら、でも正解教えてよ違う論争になってきます、まあでも1出たのはいいんじゃないですか、さあ1ターン目は1サクセスです、1ターン目が終わったことによって大崎さんの信頼度が上がって僕が下手くそかっていうことが分かったと思います、いやじゃあ私の方が下手くそだあ、そうか逆か、うん、そう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 だ、上手だったよ、やった、うん、褒められた、なんか大浜さんに練習の時に怖い思いをしたみたいな、なんかこう営業妨害みたいなのされつつ、営業妨害営業妨害って何だろう、なんかそこはなんか仲間同士のような対立してるようななんか不思議な感じ、はい皆さんシャッフルしてから置いてくださいね、あそうだ、シャッフルしてから置いてくださいね、そうだね、すぐ忘れちゃいますね、で私最後に言う、信頼度上がったでしょ、周りよりもちょっと、ああ、はい、そうね、いいですよ、僕はほにゃららサクセスだけあります、どうだけじゃあちょっと言ってみようかな、何の意味があるか僕もわからないけれど、私先生とっても怪しいって思ってるんで先生から言ってほしいな、ワンサクセスワンボムです、私オールセーフです、僕ツーサクセス、ノーサクセスノーボム、じゃあ枚数は合ってます、合ってる、枚数は合ってます、うん、先生のとこには行けないっていう、うん、なんでここどうすか、あ、いいっすね、いいっすね、まあここはないですけどね、はい、2個あるでしょ、2個あるよ、1個当てて、よし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 、うまいじゃないですか大崎さん、信頼があります、はい、もう、はい、もう1個いっちゃって、もう1個これだ、まあ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 、これで終わりか、そう、終わり、はい、見た目4枚終了で、2サクセス、疑われてニッパが来ないよ、え、違うよ、ボンもあるよ疑われてニッパが来ないよ、ニッパ来ないよ、どうでしょう、ニッパ来ないよ、どうでしょうね、わかんないですね、トヨピーと目が合いました、いや、見てないです、興味ないです、まだわからない、また2サクセスだ、きっと2サクセス、なんか僕久々にさっきからニッパー来てなかったんで嬉しいっす、はい、ニッパー、そうですよね、久しぶりのニッパー、やっぱこっち2人から言ってもらう方がいいかなって思うんですけど、うん、どうですか、なんでそこすごい結託してるんですか、だって信頼度上がってるから、上がってるでしょ、え、私の最初のワンボム宣言はあんまり信頼度ないんですか、じゃあ先生から、僕もワンボム宣言してますよ、実は大丈夫、初日のその最後の、むしろ初日、うん、まあいいや、一緒です一緒です、こっちがちょっと私の中で高いだけです、高いだけ、そう、ただ別に初日からずっと本当のことばっかり言ってるテロリストとかも全然言ってもおかしくないので、うん、若干っていうだけです、若干何もないです、私ちょっとまだ言いたくないです、僕も言いたくないです、あなたたち二人が言わないと、まあていうか僕、じゃあせーのにする、ちょっと待ってね、ニッパー持ってる人、2人ともせーのにいいよって言ってくれない、いやちょっと待って、ニッパー持ってる人って結構大事じゃないですか、うん、はい、あ、じゃあ、うん、痛くないんですよみんな、まあ一斉でもいいよ、じゃあ私信頼度高いと思ってる、僕は信じてるよ、あなたにとって、うん、私にニッパーを渡したところでサクセスの数言いませんか、ボム持ってないってこと、私持ってない、うん、いいよ、とりあえず私にニッパー、うん、先生なんて言いました、僕何もないです、何もないんですか、はい、
で、樋口さんが言いたがらない理由ってなんだろうね。僕、ボム持ってるんですよ。だから僕言いたくないんですよ。同じです。ってことは樋口さんは俺の中で狼、テロリスト確定で。例えば？え、僕だから何もないですよ。じゃあ先生さ、うん、先生がもしテロリストでも、うん、どっちが嘘つきか分かんないじゃん。分かんない。だからさ、私に返して。なるほどね。どうですか？1だっけ？作者数の数って大崎って言ったっけ？言ってない。言ってない。まだ別に今言わなくてもいい。僕はもう大変信じてるから。ある。2分の1で作者数。なるほどね。先生が座ったなら、私に返してください。そうね、それがいい気がするかな。そうだ、ね、もし大崎さんが先生に渡して、どっちかがテロリストだった場合、どっちかが仲間のテロリストですが、どっちかわからない上にボムを引ける確率は6分の1、であれば別にそれで来られてもそんなに困らないし。そんなに先生そんな困ってんの？いやだって本当かどうかわかんない。ボム1枚しかないんですよ、今2枚って言ってるから、先生がテロリストであれば、じゃあ私と誰か、そうそうそう、2人いるかもしれない。でも誰か信じないと進まないんで。そうだね。で、そして、思い出してほしいのは、結構ここはラインありますよ今、で、僕はしかもここに行きました、で、なんでためらいなく結果を聞かずに行けたかというと、僕にボムがあるから行けたんです。なるほどね、僕は本当にボムがあるんです。じゃあ本当にスワットっぽいってことね、そう一応でも聞いたよね、ボムある、そうか、聞いたか、聞いたわ、聞いてた。なるほどなるほど、分かってきた、このゲームが、今ですか？スワットなんだよね、スワットだから樋口さんが今テロリストっぽいんだよね、一番ね。まあ、どっちかはまだ分かんないで。で、僕の信頼度結構上がってますよね、これね。ここ先生がここ で、ここで長いと疑うんです。すぐ返してくれる。すぐパッといかなきゃいけないんだよね。なんか、そういうことね。はい、そういうことか。よいしょ。先生返しますよ。僕、テロリストですよ。はい。ニッパーこっちのもんですよ。いいでしょう。はい。きつい。きついぞ。さあ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 。そこで迷う人は大体テロリスト。そうだね。かと言って俺のところに入れるわけにもいかないもんな。ボムは。そうそうそうなの。ニッパー渡すわけにいかないじゃん。ね、ニッパー大事。これは我々は次ニッパー持ってないスタートだから何も言わないスタートの方がいいのか。そうだね。さあ。手札2枚ずつです。ボム。あの、放送だから、ね。小声で。あった。あった。オッケー。ただ、サクセスもある。嘘。ワンサクセス、ワンボム。じゃあ、来ました、見どころ。来ましたよ。どうしたらいいんだろう。先生、考えて。でもここでやるしかない。ここで。あ、でもそっか。もうサクセスまだ。あ、サクセスあるの？私ないの。じゃあ勝ちじゃない？積みました。これ勝ちだと。勝ちです。あなたが本当にテロリストだったら勝ちだと思う。これね、セーフでしょ。うん。私スワット。おお。はい。マジで？僕ない。僕ない。はい。じゃあ私にちょうだい。いいですか？あ、サクセス信じてるんだったら。ちょっと待って。サクセスはあそこに1枚と。先生に返さない。いや、で返さない。僕、セーフ、セーフなの。で、ボムサクセスでしょ、で、サクセスはどっちが持ってる？私。大崎さん。で、ここで当てないともう負けってことだったよね。そう。2分1、2分1をクリアで勝ち。そう。先生、一人勝ち 75%。 え、僕一人だけテロリスト？だってもうここでこう言ってる以上は。マジで？マジで？いや、でも、今めっちゃ勝ちそうです。樋口さん、そうか。めっちゃ勝ちそう。味方だと思ったのにな。2分1がチラッ、はい、あとは2分1、そこに来るしかないんだよね。でもね、もうそこしかないです。さあ来い大崎さんの運。頑張って大崎さん。いや、じゃあ学長行ってこっちでもいいかなって今思う。あそういう作戦ね。僕に任せる。あ、それありますね。もう一戦、まあ、それはありますね。いや、いいんじゃないですか。ええー。
下手くそかって罵られるってことか。え、もう一戦シャッフルされて違う最後だ、最後だ、最後だ、最後だ。あと2回あるんだけど、切れるんだけど、こういったら勝ちか負け確定するけど、最終選択権大幅に上げるみたいな。そう、いや、大崎さん僕でしょう。いや、大崎を選びたいの、うん、任せろ任せろ。よいしょ、じゃあ君に君にいいところ譲ろう。お、美味しいところを持っていこう。いや、大浜さあ、大浜さん責任重大ですよ。いいだ。先生、こっそりサクセス教えてもらえないですか。あの、今、画面閉じるんでシャッフルしちゃったから分かんないの、自分。頑張って、大浜さん。視聴者の方、どっちだと思う、どっちだと思う、はい、どっちかな。こっちいいの。さあ、選びました。はい、せーの。やったー、やったー。さあ、大浜さん、宮野再生を引き当てましたので、フワットチームが勝利です。3ポイント、3ポイント、2ポイント、2ポイント。勝ったと思ったのになぁ。マジかぁ。樋口さん、うめぇなぁ。ねぇ、今。うまいですね。負けたと思ったでしょ。いや、もう完全、あ、終わったなぁ。終わったと思ったでしょ。視聴者ももう完全に、しかも僕サクセスねぇし、みたいな。ふわっと。よかったぁ。では、このゲームは大崎プロと樋口プロが3ポイントずつで投票ということですね。で、片山先生と大浜プロが2ポイントずつで投票です。ポイントを分ける形になりますので。一人辛いっすね、これ。それは。一人は辛い。勝てないね。うん、だから最後のターンで行くしかないね。さあ、1ゲーム目初めてのゲームでしたが、終了となります。2ゲーム目も初のゲーム、ラブレターというゲームを行いますので、少しだけ準備のお時間いただきます。すぐに開始いたしますので、視聴者の皆さん、このままお待ちください。はい、2ゲーム目は、こちらも初めてのゲーム、ラブレターというゲームになります。簡単に言うとですね、いろんなあの役職というかカード、騎士だったりとか魔術師だったりとか、カードの説明は出た時にちょっと説明多いんでしていきますが、それを駆使してですね、姫にお手紙を届けるというカードになります。脱略してったりするので、途中参加者がちょっと減っていくんですが、説明をそこで入れながらやりたいと思います。なんかどうやら1位だけを決めるゲームみたいです。そうです、1位だけを、はい、決めるゲーム。最後まで残ってたら勝ちと。はい。カードは、全部で8種類ですね。相手を攻撃したり、自分への攻撃をこう魔術を使ってこう防御したりとかっていう、うまく使って対戦相手の手札を0枚にするか、山札がなくなったらゲーム終了というふうになります。ちょっと複雑なので、最初に全部、そうですね、ルールは説明できないので、途中で足していきます、ルール説明を。はい、それでは開始してください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず同型が、同型が出ました、はい、対象プレイヤーの手札を見る。じゃあガクちゃんの見ますね、はい、なんか練習からずっと先生僕の顔を見ました。とりあえずガクちゃんの見るのは基本だから、はい、そうみたいですね、はい、はい、今先生が引いたカードは同家のカードですね。僕のカード、これ。はい、同家のカード、相手のプレイヤーの手札1人のカードを見れます。はい、兵士、うん、また俺か。ね、狙い撃ち。これさ、あれだよね、女性に入れづらい、先生に入れづらいから、たひなんかちゃんのカードが騎士。違います、違います。じゃあいいけど、今兵士が出ました。はい、兵士が出ました。はい、兵士のカードはですね、何でしたっけ。すいません、対象のプレイヤーのカードを、兵士以外で、はい、兵士以外で当てることができたら。そうですね、ありがとうございます。当てられた人が脱落。脱落です、はい、大浜さんで狙い撃ちされてます、はい、どうしようか、どうしようか、どうしようか。大浜さんだけ視聴者と一緒にプレイをするっていう。でですね、カードにも強さがありまして、強さはですね、姫が強さ8、大臣がその次7、将軍6、魔術師5、僧侶4、騎士3、道家2、兵士1となっております。僕はこれは大崎さんのもう一枚が兵士じゃないと思ってるので、大崎さんに行きましょう。もう来いよ。大崎さんは、あれ、大崎さん俺に騎士って言ったんだよね。
そうですか。あ、これ大崎さんに行かなきゃダメ。俺大崎さん以外に行きたくないです。ルール説明とかざっくりの説明いいですか、大体いいですか。そちらを見ていただくといいかなと思います。いいじゃん。樋口さん。はい。騎士です。違います。はい。変えた上に外すっていうね、最悪な格好悪いやつですね。よし、じゃあ騎士カードを使って大浜さんと勝負します。なんかみんな俺しか勝負、はい、負けましたカードオープンしまーす。兵士、兵士だよ。脱落。どうしようもねえよ。脱落してしまいました。はい。騎士の樋口さんが使った騎士のカードはですね、対象のプレイヤーと手札の強さを、非公開で確認して小さい方が負けてしまうというカードですね。ヘム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 。よし。大浜さん、カードの枚数わかりますか？カードの枚数っていうか入ってる枚数。入ってる枚数。あ、説明していただけると。はいはい、説明します。はい、兵士カードが5枚。はい。強さ1の兵士が5枚。兵士も4枚出ちゃった。うん、強さ2の道化が2枚。道化が2枚。はい。強さ3の騎士も2枚。強さ4の僧侶も2枚。姫です。シュワー！姫さんの姫を当てました。姫でした。今説明してる間に出てしまった兵士で、姫さんの姫当てちゃいました。姫当てちゃいました。ただ別に片山先生の勝ちになるわけではない。勝ちではないんですね。一人脱落させただけです。脱落させただけです。これで大崎さんと僕との直対です。映るかな、これ。こう、じゃあ私、はい、見てもらった方がどうだろう。大崎さんは見えるかも。今ちょっとカードですね、枚数のカードを確認してもらってます。あ、見えてますかね。役職の能力よりも枚数が何枚あるかを見てもらった方がいいかな。なんて、これが枚数です。はい、姫だったのに姫だったのに当てられちゃいました。どうしましょう。兵士、兵士フルオープン。はい、兵士フルオープンで、片山先生が将軍です。将軍？なんでわかんの？エスパーしかわかんない。なんでわかるんですか？やらないやらせてくれよ。みんな知ってただろ、これすごい。あ、将軍持ってるから姫ってわかったんだ。将大事だった将軍で、こうやってですね、前世から前世とか捨てたカードですですね、予想していくというゲームになります。わかりましたかね、皆さん。ちょっと難しいですかね。4ポイント、はい、俺だけ、俺だけ、はい、すごいですね。一番を決めるゲームって苦手なんですよね。そうだね。あ、なんか手札のあのカードが1枚、ね、ここが総理でしたね、はい、その1枚、最後の1枚の兵士持ってると騎士あと1枚余ってるから、うん、ちょっと嫌ですよね。あ、これ、ね、でも、ね、逆に考えると兵士が4枚出てるってことは、うん、兵士持ってない可能性が高くなるのか。 OK です。そうだね。じゃあ1枚抜いて、兵士使いたい。抜きカード、はい、1枚抜きます。なので、1枚欠けてるカードがあるということです。先ほどの枚数から役欠けあり、尾崎さんから、ね、はい、こうかな。引いて1枚出す。兵士、大浜さん。なんで俺なの？大浜さん集中効果。トータルポイントとかかけて樋口さんとか行こうぜ。じゃあ樋口さんです。ああ、ありがとうございます。樋口さんが僧侶です。違います。ほーい。どうしましょうかね。さっきやられたんで、樋口さん。え、トータルポイント考えたら大崎さんですよ。確か。1ポイント持ってるんですから。どっちかな、どっちかな。じゃあ俺じゃね。
じゃあ俺じゃね。優しい。どっちの方が後で怒んないかを考えるっていうゲームですよ、これ。俺めちゃめちゃ怒るよ。私怒らないけど、LINE のトークルーム切るよ。結構嫌じゃないよ、切っただけで。私は怒んないよ。一番怖い。怖い。一番怖い。権力に屈して先生にします。先生は、じゃあ、僧侶です。僧侶。うん。なんでわかんの？これはこれで気まずい。これ当てちゃった。当てちゃったよ。当てちゃったんですか。空前の僧侶ブーム。大崎さんと勝負します。はい、はい、これは、お互いのカードを見て弱い方が脱落です。点数の少ない読んで分けんの、うん、しかも僧侶持ってないアピールで僧侶って言ったのにじゃあ、ね、とはあーなるほどなるほど、次は僕の番か。僕の番ですね、二人以外で。よいしょ。でもあんまり加味されなかったからやってないの。おこれはチャンスじゃないか。5以上持っている。あ、そうか、そういうことか。同型を使ってカードを見ます。はい、はい、菊池さんのカードこちらです。同型のカードで見ました。樋口、はい、さんのカードを見ました。はい、はい、でも樋口さんのターンですね。いるよ。ああ大臣引いちゃいました。大臣ってのは竹中っていう、はい、大臣進むという大臣カードですね。大臣カードですね。麻雀は強いけど空気読めないんで数の合計が12を超えると負けちゃいます。空気読めない度合いが12になっちゃうと竹中は負けます。樋口さん練習でも引いてバーストしましたけど、はい、大臣のバカ大臣でバーストです。バースト野郎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 竹中に文句よ。バーストしましたので、やりました。今の回は大浜さん何もしないけど勝ちました。あ、まあ僧侶当てたか。あ、姫が寝てた。姫が寝てた、うん、はい、続いてください。どんどんどん、これ僕がやる。はい、やってください。で、最初に投げてるのはそれあれですよね、ペンですよね。羽のついたペン。ラブレターなので一応お手紙を書くということで、これで誰からいくかを決めます。1枚抜きます。これを投げて向いた方向の人から始まります。大臣以外落とします。はい、ヒグさん、やった。はい、じゃあこれで大浜さんに、はい、騎士ですね。大浜さんに騎士。違います。大浜さん騎士。これさ、違いますさ、ちょっとムカつくように言う縛り。あ、違いますけどママからの、からのね、からの、からのね、からの。これ、マジブスケだ。大臣捨てとくわ。大臣捨てとくわ。危ないですよね、大臣捨てとくわ。ちょっと危ないから。ちょっと先生、ビビってる。ビビってる、ビビってる、ビビってる。あの、大臣怖い、怖いんです。即死しちゃうんです。大臣は強いんですが、即死しちゃう可能性があって、ちなみに、場に出しても何の能力もありません。はい、はい、ピッチャーだいぶビビってます。ビビってるよね。でも序盤、でもこれさ、先生が大臣だってこともさ、残りのカードって結構絞れてるよね。うん、
あれこれ、あ、そうだよね。ね。ただ、だって1ではないと思うんだよ。いや、言うはない。あ、これ、こういうのって言っていいの？いや、言った方が番組的に盛り上がる。まず、5以上はないでしょ。5以上がなくて、バーストしてるから。で、騎士を持ってたら戦うと思うんだよね。うん、あ、そうだね。ってことは、兵士か道家か僧侶だと。で、僧侶だったら守るかな。微妙だね。守らない。守るだったら僧侶か道家か騎士、兵士かっていうことですね。うん、なんか兵士だったら勝負かけられたら困っちゃうから。でも次のターンちょっと怖いんじゃないですか。そっか。うん、言われそう。先生が、はい、僧侶です。違うもんね。いや、もうかつく言い方です。よいしょ。どっちがいいと思う？どっちにしよっか。まあ無難にね、無難にこっちっすね。無難にこっち行きましょうか。無難にこっち。僧侶です。守ります。守ります。僕は何も聞きません、うん、はい。僧侶のカードは次の手番に来るまではどの交換も無効になります。どうしよう。強さは4のカードです。じゃあ騎士使ってとりあえず大崎さんと勝負しておきます、うん、騎士のカードを使って大崎さんとどちらの手札が強いか確認して弱い方は1と2。あれ、ちなみにこれ勝負して、はい、同数だった場合はどうなるの。どうなるんですか。騎士で同点の場合は魔術師とか、うんうんうん、あ、ありますね。お、し、死なない。死なないで、お互いのカードが分かるだけ。分かっちゃう。じゃあ次の人が有利だね、うん、で、脇二人も同じカードを持ってるってことが分かって、うん、かなり絞れるってことだよね、うん、そうですね。で 見ちゃいます、はい、見ちゃいますか、はい、先生が道家のカードを使って樋口さんのカードを見ました。道家は強さ2のカードで、選択したプレイヤーの手札を見ることができます。うーん、今引いたのこっち。まあ兵士使います。はい、兵士を使います。しよっか。兵士は相手を指名して兵士以外の一つカード名を宣言して一致したら当て、言い当てたら、言い当てられた方は脱落です。樋口さんを当てます。樋口さん当てますよ。将軍違います。はーい、はい、はーい、違います。よし。ちなみにこれ持ってきたハードは小手返ししていいそうです。小手返し、はい、先生に分かんないようにしていいそうです。先生に見られてるから先生を殺さないといけないとか。発言が怖い。先生を殺さないといけない。先生が殺さないといけない。でも大浜さん、ポイント的には大浜さん殺したいけど、ね、じゃあこれで先生のカードを当てに行きます。お、で将軍って言ったから将軍じゃない。ん、僕の方はっていうの。ああ、そうか、将軍じゃないってことか。将軍じゃないから、うん、兵士のカードを使って先生のカードを当てるってことですね。でも兵士持ってる可能性高いんだよな。騎士が1枚出てて、僧侶が1枚出てて、魔術師が出てないんですね。あれ、魔術師出しましたっけ。出てない。出てないですよね。じゃあ魔術師です。先生、魔術師。先生は魔術師ですか。ちげえし。
生は魔術師ではないので生き残りました。告知に行きます。姫。姫殺し二回目。姫でした。おお、樋口さん姫です。これは捨てられないんですもんね。はい、そうだよね、捨てられない。なるほど。こうなりましたと。はい、それでは残り片山先生と大浜さんです。先生に勝ってほしいな。まあ僕はこれはもうきっと一択だと思います。僧侶でガードします。ガビーン。かー。おおおお、これあ、そうか、ガードしてんのか、うん、でもまあ、あ、そっか、将軍か。じゃあせーの、かやー、かった。では山札がなくなったので、最後は、どちらのカードが強いかで勝負が決まりました。では片山先生が今 1ポイント入りました。魔術師が山でしたか。魔術師が、ショッパ行きたくなるよね。うん、ショッパ行きたくなりますよね。どうなんだろう、今のは先生が将軍だと思って魔術師のカードで捨てさせるもあるけど、ただ自分より低いカードがほとんど出ちゃってるからきついんだよな。そう、兵士持ってて将軍引いちゃったからね、ここで。で、山へ。山へ、はい。騎士か。はい。この魔術師だったら引き分けになるわけか。あ、僕からです。はい。ぬぬぬぬぬ、大浜さん大人気大浜さん、大浜さんはこちらです。魔術師です。し、違くない、なんだこれ、なんだこれ、一発の、うわー、ムカつく言い方考えてたのに。すごい、スーパー占い師じゃないですか、先生。そうだよ、私、そう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 、すごい、これ悲しいですね。親と何もしないで終わってしまった大浜さん、一面が終了してしまった大浜さん、残念でした。一発で行かれるとは、まさかね。どっちだ、なに、これってさ、1ポイント1ポイントなの、どうだ、どうしてるかな今ですね、うん、一応順位でも書いてるんで、どっちでも大丈夫ですけど、はいはい、樋口さんと戦います。はい、私は負けました。負けました。あら、はい、これは僕の当然を考えると、先生を応援しよう。これ、あれ、ポイントをどうするか決めといた方が戦いやすければ整理しておきますか。いいんじゃね、これいいよ、このまま移動でちょっといいですか。はい、はい、じゃあ順位は関係なく、上がった順位関係なく、あ、脱落した順位関係なく、ポイントでやりますか。 OK です。これ将軍で、将軍を出して、はい、対象のプレイヤーと手札を交換します。はい、わかりました。将軍のカードで大崎さんとカードを交換します。マジでお願い。これさ、だってさ、もう全員カードしてるってことでしょ。そうです、大崎のツボ力がこれ視聴者だけ分かってないってこと、なんか視聴者だけ今、はい、なんかオープン、今持ってるカードはオープンしてもいいんじゃない、みんな分かってるから。そうですね、みんな分かってるからオープンしちゃいますか。じゃあ、我々が笑ってる理由が、はい、はい、今ですね、これを交換してる、はい、大臣持っていて、大崎さんが姫のカードを持っています。ちょっとだけ説明していいですか先生がもともと姫と将軍だったんです。で、将軍は相手のカードと交換するカードなんですが、姫を捨てることはできないので、必然的に最強のカードを大崎さんと交換しなければならっていうかさ、語彙がほとんどないじゃん。つらい、俺は辛い。これ以上は危ないですね。兵士引いた？引かない。兵士引かない。やっぱね、引いちゃった。兵士引いた。辛いな。やっぱ持ってる人間っていうのは引けるんですよ。兵士を。先生。すごい。はい。やったー。強い。すごい。強い。今最後にですね、大崎プロが兵士を見事引き当てて、先に兵士を引くゲームだからね。引くゲームですからね。今度ワンターンで終わることあります？早いですよ。早いね、これ。練習もうちょっとかかったよね。最後まで行ったよね。ワンターンで終わりましたよ。
いやこれ何だったんだろう、数兵士とか同系かな。えいや、すごいですね、引きが同系、引きまで強いという。樋口は0ポイントなんですよ。今大崎プロが2ポイント、片山先生と大浜プロが2ポイント、うん、1ポイントずつで、樋口プロが0ポイントです。樋口さんは嘘をつくゲームが強いってことですね。これ嘘つくゲームじゃないから、ね、うん、我々真っ白なのでこれ残り枚数から推測するゲームだからね、うん、知能ゲームですね。ヒリリよいしょっと、僕だ。はい、大浜さんから進めてください。はい、はい、こんな感じですね。じゃあ僕もさっき先生に当てられたんで一発質問したいと思います。はい、これ兵士だったら全く意味ないですけどね。僧侶です。先生は僧侶です。違うよ。はーい、はーい、ほーい、よいしょ。ではとりあえず僧侶を使って無効化しカード。そうだね、生きる、生きろ。ヒグターです。ヒグター、ヒグター僧侶、ヒグター、ヒグターでは、大崎さんの手札を見ます。はい、見てください、見てください。ふむ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 、はい、まあ、道家のカードを使って大崎さんの手札を見ました。将軍を使う。さっき見られちゃった。見られたからね。将軍を使う。手札と交換する。どう。はい。先生が僧侶じゃない。さくちゃんと交換。はい。はい。はい。は大浜プロと交換します。はい。はい。よいしょ。僕は大崎さんのカードを今知っていて、先生は僧侶ではなさそうで、あ、そっか、だからここしかないんだ。僕は道家を使うんですけど、道家、うん、を使うんですが、うんうん、知ってるから見る意味がなくて、うんうん、無効化されてるから、うんうん、先生はこちらです。道家のカードを使って、先生のカードを見ました。っていうか多分兵士じゃないと、兵士とか魔術師とかじゃない。そう、兵士だったらここ当てるからね、うん、僧侶がバリア消えて、バリア消えちゃった。どうしようかな。難しいな。私は何の情報もないからな、分かんない。私じゃあ兵士使いますけど、はい、兵士のカードを使います。大浜さんが大浜さんはいろんな人のカードを知ってるわけですよね。知ってますね。片山先生は大崎さんのカードを知ってるけど交換されちゃった。いや、これです。見たの、僕は見たの、あ、そうか、見たの、見られたから捨てたんです。そうです、うん、僕は2人のカード知ってます。え、じゃあ大崎さんこれ知ってんの。え、だって、これ知ってる、交換したからね。そうだ、うん、が、はい、魔術師、魔術師だ。エスパーだらけですね。すごいね。すごいな。エスパーだらです。すごいなとか言っちゃう。じゃあ行くよ。素直に感想が出てしまう。これガクちゃんの方が当てやすくない？僕は兵士じゃないじゃん、絶対。うん。なんか、うん、あれ、あなた僕のカード見た？知ってますよ。知ってるよね。もともと持ってたカード知ってます。あれ、まずい
ガクちゃん殺しに行かなきゃいけない。ガクちゃん殺しに行きます。大人気ですよ大人気。僕ばっか責められてますね。あー難しい。これこっちみんな、こっちみんな、こっちみんな、こっちみんな。騎士残念残念よいしょ。当たりません。なるほど、はい、兵士です。先生は騎士です。そうです、見られちゃったもん。エスパーじゃないよ別に。先生が脱落です。私ですか。はい。どうしようかな、何持ってるんだろうな。じゃあダンガードします。僧侶で。僧侶でガードします。はい、樋口さんの次のターンまで樋口さんには効果が無効になります。なるほど。ああこれちょっと待って、あと残ってるのが1枚でしょ。これ超むずいな。え、僕の目線残りのカード結構絞れてて、捨てカードが1枚あって、これを出すとこっちを出した方が勝率が高いのか。そうだな、もうこうだ。意味ないけど騎士です。戦えないですけど騎士です。はい、でラストラスト引け。はい、あでもどっちにしろ分が悪いのかも、かなり、うん、超悪い、うん、え、これってこれってどうなるんですか。これだったら、ん、あ、これをこれだったらここを引きます。え、多分樋口さんが持ってるのは魔術師、あれを捨ててこれを引きます。1,2,3,4,5。捨てさせたかったらありですね。ただ最後はあの最後のカードの強い方が勝ちです。捨てさせた方がいいのかな。なんか迷ってたから姫持ってなさそうね。大臣持ってんのかな。じゃあだから大臣だと思う。兵士使って大臣。そっか、姫が伏せカードなんだね。ってことなんだよね、姫が伏せカードだ。最後に兵士のカードで大臣を当てましたので、樋口プロの勝利です。そう、ね、いやでもこの最後の悩みで姫じゃないのが発生したからね。姫じゃないから、そっか、俺がノータイムでこれを出してるとすごい難しい。ちょっと難しくなったね。ただそれが樋口さんの元々のカードがわかんねえからな。そうですね、姫っぽいですもんね、超守ってて、超姫っぽい、うんうん、じゃあもう一回で終了しましょうか。はい、はいはい、最終ゲームです。1個ずつだね。1個ずつです。今は大崎プロだけ2ポイント、それ以外の3名が1ポイントずつです。手振って。ファンのために。それもう言われてないやつじゃん、コメント。はい、はい、あれなんか、あ、これ落としてもらいます。これを、はい、上から取る。ガクちゃんからです。あ、僕から。はい、はい、大浜プロから。よいしょ。まあ今回はちょっと兵士を使って大崎さんをやりに行きます。大崎さんは、はい、大崎さんの当てます。どうしよっか、どれでもいい。じゃあ道家。違いまーす。はーい、道家ではありませんでした。ちょっとね、これ大崎さんに申し訳ないですけど、ね、大崎さんトータルポイント的に狙います。大崎さんは騎士です。違いまーす。大崎さん騎士ではありません。
大崎さんに。そうなっちゃう。三連続大崎さんで。同系騎士でしたんでね。兵士を使って大崎さんのカードを当てます。僧侶です。なんかいじめにあった。いじめですねこれは。これいじめです。本当に。三年前いじめです。すいません。当たりました。片山先生的中です。よいしょ。じゃあこれは。そうだな、1回戦目の結果も加味して騎士で樋口さん戦います。よっ、はい、後半戦の騎士を使ってよいしょ。樋口プロと引き分けです。珍しいな、珍しいな、珍しい、生きる引き分けです。繋ぎましたね、はい、引き分けた、引き分けた、そういうことか。はい、引き分けたということは、僕は2人のカードが分かっちゃったってことですね。そうですね、はい、じゃあちょっとね捨てときますよ。うん、そうだね、バレちゃってるからね、はい、で、最初のプレイヤーを捨て札にして、うん、分かっちゃったって言ったのが、なんで分かっちゃったの。引き分けって、何のカードですか。2枚あるカードが限られてるからです。そうですよね、うん、将軍と大臣と姫ではない、ないってことです。僧侶、騎士、じゃあ同居を持ってるってことか。僕が、はい、ですよね。じゃあ大浜さんにしときます、ね、はい、はい、捨てて、はい、ちょっと大きいんで、大きいんだよね、そうなんだよね、はい、はい、じゃあつもりました。大臣カード、大臣と将軍で、これダメなのよ、積もっちゃうとこれ12以上になりましたね。大臣本当に役に立たないのこれ。バースト野郎だ、バースト野郎だ、大臣、大臣やっちゃったー、これ嫌いになってきますよ。嫌い、大嫌いだよこれ。俺もさっき大臣やってられてますな。こういう夢みたいなことするからそうなるんですよ。そうだね、バッチが当たった、バッチが当たったんだよ。ふむ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 、どうしよっかこれ。完全ランダムなんだよね、樋口さんのカードが。ただ、おっちょっちょっ、単純確率でいってみま、あ、そっか、出してみたけど同系かなって思ったけど、同系余裕っす、同系だったとしたら、自分が同系でその可能性、いや、同系です、樋口さん同系です。違います、はーい。はーい、違います、ました。じゃあ騎士です。戦います、戦います、大浜プロが戦います。負けました。樋口さんが姫で、姫で勝ちました、勝ちました。あれ、これ1試合目と一緒ですね、女性陣2人が。あれ、我々ポンコツっすね、男性陣が弱い。おや、今回のゲームも大崎プロと樋口プロが2ポイントずつ、男性陣お二人1ポイントずつです。そうか、僕はこれどうしたんですか、姫って言いに行った方がいいのか。強いなぁ、そうだね、なんか仮に勝負されちゃった時に同系だったら外してても問題ないから。そう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 、じゃあ姫です。じゃあ姫です。強いカードを殺さないといけない、はい、そうですね、うん、強いカード姫しかないですもんね。そうね、同じもうここ出てるからね、5も出てるから。そうか、で、そうそう、姫で外れたとして も、うん、まだ僕の方が強いんだ、ローカードバカかも、バカだ、ポンコツでした。総理はかなり立てますね。はい、では大浜プロはポンコツ村に送り出されたところで2軒目を終わりたいと思います。はい、3軒目、皆様このメンバーのお待ちかねのワンナイト人狼を行います。準備すぐブルブル終えて開始しますので、ブルブルこのままちょっとだけお待ちください。はい、皆様お待たせしました。ご覧のように男性陣の反省のところから入っております。男性陣どうしたんですか、この結果は。実力です。しょうがない。さあ、じゃあその男性陣にポイント持っていただきましょうか、反省の意味を込めて。はい、このようになっております。このようになっております。女性陣が圧倒的、女性お二人、大崎プロと樋口プロが5ポイント、片山先生と大浜プロが1ポイントになっております。はい、弱くないですか、どうしますかこれ。ちょっと調子悪いんだ、調子悪い、ちょっと今日天気があんま良くなかったね。そうですね。それでは
最終ゲーム参りたいと思いますので、お二人ともお席に。はい。ついていただいてよろしいですか。本当強いですね、今日。でも、ワンナイト人狼だし、勝てる気しない。みんな怖いもん、みんな私を殺しに来たもん、さっき。そうね。その、そうですね。怖い。強制相撲みたいに私を刺したんでしょ。今までのワンナイト人狼、いつも私のこと釣って終わりなんですか。マジこの二人怖いんですけど。何なんですか。人狼率が高いんで、どうしても狙われやすくなるんですよね。それは、なんとも言えないです。はい、それでは、大丈夫ですか、確認してくださいね。大丈夫ですか。それでは、参りたいと思います。それでは、目を閉じて、どこか体の部分一部を叩いてくださいね。大丈夫ですか。はい、それでは参りたいと思います。では、オオカミさん、オオカミさん、起きてください。オオカミさん、オオカミさん、起きてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。それでは、眠ってください。それでは、眠ってください。では、次に、占い師さん、占い師さん、起きてください。占い師さん、占い師さん、起きてください。占い師さん、どちらのカードを占いますか。占い師さん、どちらのカードを占いますか。こちらでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。確認ができたら眠ってください。では最後に回答さん、回答さん起きてください。回答さん、回答さん起きてください。回答さん、どちらのカードと交換しますか。回答さん、どちらのカードと交換しますか。こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。それでは最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。はい、それでは朝が来ました。おはようございます。おはようございます。この試合は5分間です。始めてください。僕は私が先に手挙げたセロでいいじゃん。じゃあいいよ。3人目、僕はじゃあ上げた順でいいんじゃないですか。私3人上げちゃったんで、順番で上げた順でいいんじゃないですか。私何もない。私真ん中のカード見ました。僕は市民です。一切変えることはありません。市民です。僕も占い師でここを見ました。ん、じゃあ私それ下げます。ああ、うん、語ったってことか。あ、じゃあ、いいですか。はい、狼と市民でした。普通じゃあ回答いるじゃん、うん、先生が本物なら、うん、で回答が出ないということは狼と変えたから。まあ、ただこれ僕前回出た時先生やったんですけど、うんうん、占い師で結果勝ったりしてるから。でもね、なんかそれも加味してここ見たって言ったの。ん、それも加味して私が最初に占い師って言って、うん、どっか見られてたらさ対抗って出ちゃうじゃん。見られてるかもしれないと思うから。でもここ見たって言ったらさ結構潜伏できないと思ったんだよね。いいですか、私回答です。先生見てます、占い師です。ただそれはね今だと言いやすいから。そうですね、ちょっと2人出ちゃったんで、うん、あの二人狼あるのかなって思ったんですけど取り下げてくれたんで。そうか、状況性あれとしたらここはあるでしょ。そこの狼狼、うん、まあ、それはあるかとは思いますけど、狼狼はあるけど狼狼だったの可能性がそうすると非常に高くな、あ、非常に高くはならないか。それはなんないじゃん。でも私ここを見たって偽物が出たのに言った先生は本物なんじゃないかなと思ったんだよ。私は信じてますよ。本物だったとすると樋口さんが本物の回答で交換してるとなると、うん、僕目線はここかここでしょ、うん、いや私は大崎さんの取り下げは非常にムラっぽいと思ってて、うん、で回答って言われたらすごいあの信用度は落ちるんですけど、うん、占い師って言って取り下げてくれたんで、うん、結構信じてはいます。自分ができる、市民なんだけど、主張としては最初に対抗が出る前にここを見ましたって先に言ったこと、うん、で対抗が出て対抗が出た瞬間にじゃあ取り下げますって言ったこと、うん、それは、本物だったら出るしかないから、うん、しかもすごいスピード速かったんですね。じゃあ取り下げますって言って、ただ僕市民で僕は真っ先に市民ですよとしたんですよ、うん、で手挙げたんですよ、うん、で大崎さんは、うん、先に市民で手挙げる必要はあるんですか。真っ白アピールを先に真っ先にしたかったから、うんうん、で大崎さんが、うん、先に出て、うん、まあどっちが先言うみたいに言ってて、じゃあいいよって譲ったんですよ。譲ったのは僕の結果を見てから言いたかったんじゃないかなと、うん、しつこかったから。
しつこいよ。だって私らも先言ってあげたもん。それはさ、村の会議を開始してくださいの前に言うのはさ、どうなの？だって村の会議を開始してくださいって言われたら議論を開始してくださいって説明されなかったもん。え？まあ、あげた順でそれは良かったんじゃないかなと思いますけど。ちょっと私は怪しいと思ってます。いやー、一人狼。さすがに困るな、それは。これ結構無理ゲーですけどね、でも、正直。まず、先生が一人人狼の可能性はない。まあ、ここはさ、あれだけど、はい、ないじゃん。私が出てるのにわざわざ対抗で出てきた、はい。3人目でしかも出てきましたからね。まあ、でもここ市民って言った後だけ。そうですね。うん、まあ、けど、あれでも違う。あ、手挙げたのは3人目だ。俺はね、ちょっと俺が釣られる流れだね。うん、流れだから俺は勝負がけに出るわ。うん、僕はね、元人狼なんですよ。元人狼というか人狼なんですよ。今のままだと絶対釣られてしまうので、僕は樋口さんが回答で僕と変えてることにかけるしかないかな。まあそれでもいいですけど、どっちかだね。うん、なるほどね。どっちにしろ今の流れでさすがにね、3秒集まるので、いやでも私が出なかったのは、僕はこれで 2-2 になってくれた方が、僕が変えられてた場合は勝てるので、私樋口さんだと思う。どうして？樋口さんが回答で先生が占い師で出たじゃないですか。で、私が取り下げて先生一人になった瞬間に言うべきだったと思う。遅いんだよね、言ったの。遅かったの。そう、ここが回答ですって言うかと思ったんですよ。だから人狼の方に出てくる。僕はかなり先に市民って言ったんだよね。で、僕の可能性としては、僕が勝つ道はもう樋口さんが回答で僕と書いてることにかけるしかないので、ね、あとは、まあ、お二人がどうするかです。いや、それはちょっと困ります。いや、これまた村が勝てるパターンなんですけど、二人釣ればいいじゃん。二人うまく釣れれば僕は一番いいな。3人が手を挙げたとしては、私は周りの状況を見てから言いたいですよ、誰が嘘ついてるか。 それは周りの状況を見たいんだけど、先生が予言者一人になった時にすぐ寄ってくれたらかなり信頼。言いたかったんですけど、いろいろ言われてたんで。僕はでもそれは遮ってでも言うな。僕はね、うん、5、4、3、2、1、話し合いは終了です。話し合いは終了です。心はお決まりですか？はい、はい、それでは一斉に指さします。一斉のせ。あら、分かれました。お、これは先生と大崎はほぼ勝ちっていうことかな。そうですね、俺目線は。おそらく、うん、でも僕が二人人狼だったわけです。そうです。でも元僕は人狼だったから、はい、僕目線はそうなる。じゃあどちらから。じゃあ同時でいいんじゃないですか。同時にしますか、はい、じゃあお二人同時に。せーの、やったー、やりました。鋭いね。私、樋口さん、あ、人狼聞かなかったと思ったら変えちゃったっていう。よかったこれ、だって俺が言わなかったら多分俺3人じゃなかったもんない。ひどいよ。よかった。ひどくないよ、だって僕村人だもん。それでは、お二人が市民。村人じゃないくせに。占い師と、やったー、危ない。僕、あの、保険だったんよ。いや、保険で先生が私が樋口さん入れるに越して、こっち刺してくれるのって思ってた。どっち刺すかなと思って、それだけ。あー、危ねえ、危ねえ。では、人狼を1匹見つけましたので、村人、市民チームが1ポイント入ります。やるじゃん。やるでしょ。褒めて。ちょっと今褒められてもよくない？うん、褒められてもすごいね。そう、コメントですごい。よかった。されなかったら絶対刺してるもん。そうだよね。そうだよね。3秒入るね。あ、回答ってここと変えてもいいんですか？あ、ダメだ。ダメだ、ダメです。人と変え。あと変えなきゃダメ。変えないとダメです。さあ、参ります。カードを選んで確認したら、眠ってください。眠ってくださいね。あ、そっか、別にカード見せないと視聴者分からない。はい、確認したら眠ってください。そして音を立ててください。卓以外の場所を叩いて音を立ててください。では参ります。はい、狼さん起きてください。狼さん起きてください。狼さん、お互いの確認をしてください。お互いの確認をしてください。確認ができたら眠ってください。では続いて占い師さん起きてください。占い師さん起きてください。占い師さん、どのカードを占いますか？占い師さん、どのカードを占いますか？こちらのカードでよろしいですか？こちらのカードでよろしいですか？確認ができたら眠ってください。では続いて、回答さん起きてください。回答さん起きてください。回答さん、どのカードと交換しますか？回答さん、どのカードと交換しますか？こちらのカードでよろしいですか？こちらのカードでよろしいですか？確認ができたら眠ってください。
それでは最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。はい、それでは皆さん朝書きました。 おはようございます。おはようございます。作戦があるのだ。何なの、何人かね。作戦があるのだ。何作戦じゃん。回答から言おう。回答から言おうか。占い師を引いた回答から言おう。占い師を引いた回答から。回答は かなり新目だから、ね。まあ、それはそうだけど、私は占回答を引いてなくて、あ、占い師を引いてなくても回答しようを一斉出しするのがいいかなと思うんですけど、うんうん、よくわかんないけどやってみる、うん、僕はよくわかんないけど反対しないです。やだ。いいよ。じゃあ回答の人出てください。3、2、1。ない、うん、いない。もしくは出れないか。出れないか、うん、じゃあ占いの方はどうやって出ます。好きなように。じゃあ好きなように、好きなように出たいタイミングで。ぼんやり出ます。ぼんやり、うん、雑談でもしながら。そうですね、はい。でそうですね先生。僕ああそうですね。占い師です。ですね。占い師です。これね難しいんですよ。残念ながら。残念。残念ながら。見たカードが、人狼と回答なの。あーなるほど。だからこれは確かに難しいと思います。だって単純に先生を信じるんであればもう3分1だもんね、うん、え、これ信じるんじゃないんですか。うん、だから信じるんであれば、信じない目線っていうのも、まあ、一応追ってもいいかなと思うけど、まあ追ってもあまり出てこないと思うけど、まあ大体、うん、うん、3択、うん、パッション出さないと信じてもらえないですか。でもね、俺最初の大崎さん の意見は、ね、かなり村寄りの意見なんだよ、ね、ありがとうございます。そして樋口も言って、俺だけ何も言ってない、うん、うん、困る。あれ人狼だとすごいリスクが高い意見だから、大崎さんはちょっと信じられる気がするんだよ。ありがとうございます。ただ大崎さんは結構レベルがやっぱ高いんで。高いの高いの。これで人狼も一応あるけどね、うん、一応あるけど。じゃあ別に考えてもいいですけど、うん、何も私よりいい作戦を出せなかった樋口さんにそれを言われるのは本当に心外です。いや私も回答が出すにはあの賛成だったんですけど、やっぱり預言者を引いた回答っていうのを出してくださいっていう、うん、 ね、その作戦はすごいやっぱり村井さんすごい有利だったと思う。いや僕それなんか別の含みがあるのかなって思って、なんか自分が回答で預言者と変えたのかなと思ってて、そういう意味だと思わなかったのね。だからちょっとハテナハテナ。さっきのゲームの反省も含めてということ、うん、ああなるほど。さっきは私が占い師って先に語ったって裏がったりしちゃったからそうなったけど、うんうん、やっぱ回答からだなって昔そういえば覚えたなと思って。村が勝ちやすいことは勝ちやすいんですよね、うん、確かにね。これね、あ、そうなの、うん、だってなんか言ってたよ誰かが、津田さんが言ってた。先生がそれに渋ったじゃないですか。ちょっと回答みたいな、それがここにあったから。ああ言ってるかもしれないからね、うん、でもここにあったら出てきた人絶対偽物ってわかるから、いいよってなりそうなもんだろうかなとは思うんですけど、まあ2人が結託して、まあ、先ほどのように票を合わせてくれるんだったら私は別にそれでもいいです。僕はただの趣味です。役村なんで。結託してくれればいいです。ただ票が分かれることがやっぱり分かれちゃうんだよ。これはそうなんです。結託してどうすればいいってことを言いたかった。結託、さっきは大浜さんと私どっちかに入れるっていう風になって、うん、うまく票が合わさって2人連れたんですけど、うん、もしバラバラになってしまった時は狼の勝ちになっちゃうんで、いやどっちか1人だったらいいんじゃなくて、結託してっていう意味がちょっと分からなくて、自分と大浜に入れればいいっていう意味で言ってるんだと思うけど、樋口さんが、私はそれでいいと思ってますよ。樋口さんはじゃあ大崎の狼を切ってるってことなんですか。私は大崎さん疑ってますけど、もうこの二人が疑ってるんであれば、じゃあ二人で私で投票するの。いや違う、俺は別に誰が疑ってるかわからないけど、今の樋口さんの意見はどうかなと。でも私は樋口さんがそれを今言ったのはすごい人間っぽいと思ってるよ、うん、でだからって投票しないとは思ってない。その結託、うまく、じゃあ、うまくいかないで 3-1 になっちゃった
った場合、うん、ここにどっちかの狼がいると仮定しますよ、うん、そしたら2分の1じゃないですか。そうね、そう、うん、で2-2になったら2人釣れるんですよ。そうだね、うん、で残り30秒ダメなパターンって 3-1 で人間を刺しちゃった場合だけなんですよ。だけだね、そうだね。僕の目線だとやっぱ今の樋口さんが怪しいので狼順序をつけるなら1番2番になるんですけど、まあでもそれっていうのは樋口さん、うん、樋口さんは俺どっちが一番って言われちゃったら岡間さんですね。私残り10秒、うん、入れあったとして、ここはちょっとなんか信頼関係があるんでもうしょうがないかなって思ってます。5、それでうまくやればいいなと思って3、2、なるほどね、1、話し合いは終了です。話し合いは終了です。ちょっと待てよ、決まったらお手を挙げてください。いやどうしようかな。うん、あ、そうだ、大丈夫ですか、分かった。私それでは一斉にいきたいと思います。一斉のせ、あ、また2、2、さっきと同じだ。そうですね、樋口さんと大橋さんでは2人同時にあげましょうか。はい、せーの、せーの、おー、やったー、おーそのままそのままそのまま、ひどーい、やっぱり藤井さんってだから投票前にガクちゃん人狼だなって思ったの、うん、でガクちゃんこっちに入れてきたらさ、うん、樋口さん殺しちゃって負けるわって思ってガクちゃんに入れようと思ったんだけど、まあ、総合ポイントもあるから樋口さんにしようと思っていいですか、負けるか、一緒に負けよさあ樋口さんせっかくのチャンスだったのに休憩中にコメント見たら、うん、コメントが教えてくれたの。だいたい樋口を指してれば村は純粋にゲームしてんね純粋にゲームしてください。メタ言えないでください。本当にしてます、してます。もうメタ入れると樋口さん全敗しますからね、うん、全部村でもされたから。今上手だった。ガクちゃんがこっち指したら最悪だなと思った。いやでもこう指すでしょさすがに今のは。あ、そっか、あ、疑わない。ごめんなさい、私の勘違いだ、うん、そうだよね、こっち刺せばここ刺しても勝ち目がないからいけないんだもんね、うん、あ、違う、全然勘違いをしてました、うん、そうでしょう。2-1-1になったらどうしよう。はい、皆さんカードを選んでください。確認してから眠ってくださいね。はい、確認ができたら眠ってください。それでは参ります。ジノさん、オオカミさん、オオカミさん起きてください。オオカミさん、オオカミさん起きてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。確認ができたら眠ってください。確認ができたら眠ってください。それでは占い師さん、占い師さん起きてください。占い師さん、占い師さん起きてください。占い師さん、どちらのカードを占いますか。こちらのカードでよろしいですか。こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。では次に回答さん、回答さん起きてください。回答さん、回答さん起きてください。回答さん、どちらのカードと交換しますか。どちらのカードと交換しますか。こちらのカードでよろしいですか。こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。それでは最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。はい、それでは皆さん朝が来ました。おはようございます。おはようございます。試合を始めてください。次何やる。じゃあ次は回答からやっぱ出すのがいいと思いますよ、うん、じゃあ回答一斉のにしよう、はい、せーの、うん、いくよ、うん、じゃあ回答の人手挙げてください。3、あいいよ、他はないですか。悪い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 、はい、結果は言うのこれ。いないんだったら、他にいないんだったら言ったら言った方がいいです。いないんならまだ言わなくても他の役職を出してからでもいいのかなという気もするんだけど、もし占い師とか白とかを引いてるんだったら言った方がいいと思いますけど。てか占い師とか、うん、え、どっちがいいだろう。占い師を引いてたら言った方がいいんじゃないですか。占い師を引いてたら言った方がいい、いいですね、いいけど、狼を引いてたらそもそも僕っていうのは回答は出ないわけで、占い師を引、あ、でもさ人狼2人だったらさ微妙じゃない。占い師そうですね、変えたっつって仲間の人狼が落ちる、はい、じゃあ分かりました、分かった分かった、対立条件になるけど、じゃあ占い師と結果なしで占い師出して、え、占い師と同時に僕が結果を言うのは、あ、いいよ、それ一個よ、うん、占い師がいたら占い師は結果を言って僕も回答で変えてるのでどこと変えて何かを言いますと、うん、それを同時にやるわ、どうでしょうか。じゃあ 3-2-1 でいきましょうか、うん、3、2、1、市民、心
行ってます。はい、結果を。人狼市民です。回答がいます。回答がいます。じゃあ私人狼じゃね。人狼回答。回答はいません。何？人狼市民です。人狼市民で回答がいます。回答は先生と回答。先生市民でしょ。はい、僕市民です、うん、今回答です。でしょ。どんな回答になってるってことは、樋口さんがご挨拶、私人狼じゃない。樋口さん目線はそうなって、はい、そうですね。大崎さんは市民ですか。市民です。市民？市民か。いや、大崎さん人狼じゃないですか。大でもそれだったら、樋口さんは今のこの結果を言った時点で先に私が人狼だって気づけないとダメだと思いますよ、うん、いや気づいてますよ、この結果を見た瞬間に。うん、いや今、はい、だから、あ、じゃあいいや、そういうのはいいや、はい、何でもない。いや、結果的に大崎さんが人狼になりますよ。そうですね。いや、今の別に大崎擁護するわけじゃないんだけど、大崎の言ってることはすごい分かって、うん、僕が回答だって最初言いました、うん、で、狼と怪獣はそもそも出ません。で、占い、分かんない、それは分かんない。狼2匹だったって言ってるかもしれない。狼を引いて市民を引いたって言うかもしれない。あ、それはありますね。ただ僕自分で占いと同時に出ますよって言ってるんで、多分リスク高いと思うんですよ。で、樋口さんの目線からすると、僕は占いと変えてたら出ましょうって言ってました、うん、ってことは占いになってないことも分かります、うん、そして市民と書いてることが分かります。で、樋口さんこの内訳を知ってます、うん、つまりもう僕が何かを言う前に大崎さんを人狼だってことを言えたんじゃないかっていうのが大崎さんの主張なんですね、うんうん、ってことで自分から言ったから。だってあなたの結果と、あ、大崎さんは占い師じゃないんですよね。じゃないよ。え、でも私新占い師は分かりますよね。ここを市民って言わないと。いや、だって樋口さんは占いって自分のことを知っていて、うん、僕のことを回答か元回答だって知っていて、ここの2枚を知っていますと、うんうん、で、狼が1枚しかないことも知っていて、うんうんうん、じゃあ私が占い師じゃなかったら何だって言うんですか。いや、まあ、だから僕ちなみに樋口さん信じてますよ。信じてますよね、うん、はい。だから本当に視点もらえないかなっていう。じゃあ私自分が市民だから考えるわ、これをみんな納得させる、うん、そう。逆にだから先生と俺はどっちかに入れるしかないじゃないですか、うん、で今樋口さん信じてるじゃないですか。本当に信じて他にパターンがないのかを占い人狼。占い人狼のパターンはある人狼、うん、で、ただ一ウルフ、まあ語る場合もあるよな。語る場合もあるけど、え、それしか言えないもん私。うん、まあ現状は信じます。そうだね、大崎さんからすると僕は人狼としか言えない、ね、マジで言えない。そうだね、だってびっくりしたもん。占い語りに成功してるってことだね、うん、大崎さん目線はね、そういうことになるね、うん、多分ね。占い人狼で手を挙げて一人しかいないから、ここの結果を言った。まあでもさすがに大崎は疑わしいな。残り30秒。どうしたらいいの、まずは。これはしょうがないと思います、うん、これは。え、だってさ、仮に負けたとしても、これで負けたらもう本当に私もちょっとやめますよ。これで負けたらって、あなたが狼だったら。そうだよ、あなただけの負けだけはないんですよ、大崎さんに入れたら。ちょっと今は引っかかりますよね。残り10秒。大崎に入れたら絶対に負けがない。だからもう私の目線、マジで。いや、やめてください。占い師と狼しかないんだよ。先生と俺の票が大事だ。マジで話し合いは終了です。話し合いは終了です。わー、今ので分かんなくなったな。決まった方は挙手をお願いします。決まんない難しいね。決まんないと番組が終わらなくなっちゃうんで、決めていただきたい。終わんない。そんなこと言ってない、考えないで。今難しいかと思いますが、皆さん。難しくないから男性陣がめっちゃ悩んでるんですけど。なんかね、今逆に変ないろんなことを考えたら逆に難しくなった。大丈夫ですか。シンプルに。それではいきますよ。それでは一斉のせ。いやーマジでー。あー、そうだよ、ね、なんか無理だよ。ちょっと無理だよ。皆さんカードをめくってください。無理だよ。罪ゲーム。いや、なんか早く投票してくれと思ってた。なんかさすがにね、本物っぽいんだけど。いや、でもワンチャンあるんだよね。トータルポイントを考えて、オオカミで少額の占い使用をしたのかなとか、なんか今考えてしまって。ヒグさんありえるんだよ。こんなに仕
信じられない。私もこんなにみんなが揺らいでくれるんだと思ったら人の温かみを知りましたよね。本当に冷たいんですよね。先生と僕はね、人って素直なんでね。そう、はい、だってワンチャンあるじゃん。そう、ワンチャンある。ワンチャンある、ワンチャンある。ないない。それでは、市民チームに1ポイントずつ入ります。先生、今私ケースから叩かれてました。3連勝。嘘でしょ。我々だけ。そうですね、3連勝です。おや人狼引いていないからでしょ。そう、人狼引いたよ最初。あ、そう、人狼引いた。あ、最後持ってなかった。そう、最後人狼じゃなかったけど。やっぱ女性が人狼なんすね。怖いっすね。大体そうだね。はい、それではカードを引いて確認ができたら眠ってください。確認をしてから眠ってくださいね。はい、確認ができた方から眠ってください。はい、それでは参ります。では音を立ててくださいね、皆さん。はい、それではオオカミさん、オオカミさん起きてください。オオカミさん、オオカミさん起きてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。お互いの確認をしてください。続いて占い師さん、占い師さん起きてください。占い師さん、占い師さん起きてください。占い師さん、どちらのカードを占いますか。どちらのカードを占いますか。占い師さん、こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。では続いて回答さん、回答さん起きてください。回答さん、回答さん起きてください。回答さん、どちらのカードと交換しますか。回答さん、どちらのカードと交換しますか。こちらのカードでよろしいですか。こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。確認ができたら眠ってください。では最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。はい、皆さん朝が来ました。おはようございます。おはようございます。試合を始めてください。じゃあ、はい、あ、どうぞ。いいですか。はい、私やりたい作戦あるんですけど、いいですか。どうぞ。いいですよ。どうぞどうぞ。はい、回答の人が預言者とカードを返したら出てください。うんうん、まずこれだけ。預言者と書いてなかったら出なくていいです。うん、預言者と書いたら出てください。書いてない。うん、書いてないでいいですか。うん、いいですか。じゃあ野崎さん、預言者。はい、私預言者なんですよ。うん、でここにある4枚のカードは人狼と人狼と回答と預言者です。市民だったってこと？はい、ああ、なるほどね。はい、すげえ真だね。うん、超真でしょ。超真だね。うん、だから、回答が一人人狼と変えてます。これね、大崎さんは勝ちです。おそらく僕と片山先生が人狼でした。そして樋口さんがそうすると回答です。あれ、これ嘘だったらどうしよう。今言っちゃったけど大丈夫大丈夫かな。信じていいよね。今のはさすがに本物っぽい。さすがに今の語りだったら天才です。で先生も知ってる通り僕人狼でした。はい、人狼でした。はい、なので今樋口さんが人狼になっています。おー、本当だ。で樋口さんに投票すれば村チームが勝つんですが、僕と片山先生はどっちが交換されてるか分かりません。お互い差し合えばいいんじゃないですか。そう、それはそうだね。うん、ダメじゃん。そしたら誰も死なない村になっちゃうよ。だって樋口さん私刺してさ、うん、いや、自分がどっちの陣営になってるかわからないんだったら2分1に持っていくにはこうした方がいいんじゃないですか。うん、でも樋口さん刺せば僕は 50% 勝てるんですよ。そうですよ。先生も 50% 勝てるんですよ。で大崎さんは 100% 勝ちなんですよ。うん、なるほどね。でも今だってもう情報がこれ以上落ちないんですよ。僕最初占い語ろうかなと思ったけど作戦ありますで、もうはいはいはいって言っちゃった片山先生に白出しをしてみようかなって思ったんだけど、うん、うん、僕の中ではもう議論が終わってます。どっちが持ってる男か。あ、まあ逆にトータルポイントを番組的に考えるんであれば、樋口さんを勝たせるために我々が結託して大崎さんに入れるのも面白いですよ。投票、あの、合わせ、票合わせなしなんで。ああ、そうか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 。あ、そっか。だから我々はこっちが連れてもこっちが連れても勝率 50% なんだ。そう、 50% なんですよ。そうですね、 50% なんだ。そうなんですよ。そうなんだ。だからあんまり意味がないんですよ。意味がないんだ。そのだからこっちが連れたら樋口さんは絶対勝って、こっちが連れたら大崎さんが絶対勝ちますと。そういうことです。で我々は 50% 何かいい案があるのか。樋口さんは狼と変えていて、どっちの狼と。私は大浜さんと変えて人狼になってます。それを言う必要があったかな。だから差し合いにしましょう。なさそうなんだよな。という
ことは先生と変えてそうで、もうこれは差し合いにするしかないですよ。ありがとうございます。そうするしかないですよ、あの根本さんの時みたいに。狼2人がどこを指すかは分からないです。市民2人がどこを指すかは分からないです、うん、だから票が 2-2 になれば私たちは負けますけど、票が1票ずつになれば私たち勝つんですよ。北山先生、本当にどっちと変えてるか分かんないからね、樋口さん。そうなんだな、私は本当に大浜さんと、騙されてるかもしれないんだよな。大浜さんと変えてます。マジで私は本当のことしか言ってないです。私を指すと、私を指すと。今の先生は、今のCO がどういうことなんだか俺全然わかんない。いや、それだから混乱させるだけですよ。まず差し合いにするしかないと思ったからですよ。だって私人狼なんですもん、変えた。でもこっちから変えてるかもしれないからね。そう、そういうことなんだな。いやでも、残り1分、私に票が入るのは確実なんですよ。確実だよ。でも私に入るのも樋口さん目線確実だよね。じゃあ樋口さん、大浜さん指せばいいんじゃないですか。大浜さんと変えた、あ、大浜さんと変えて陣だったら片山先生を指せばいいんじゃないですか。いや、私は大浜さんと変えてるんで片山先生させない。あ、そうか、こっちか。大浜さん、仲間人狼なんで、大浜さんに指を指せばいい。仲間人狼なんでさせない。じゃあいいじゃないですか、大浜さんに指せば。あ、そうですね。指さないかもしれないけど。はい。いや、騙してないです。本当にそれしかないと思ってます。私たちが勝つ道は。よく考えてください、先生。信じるか信じないかです。学長はどっちだと思ってるの？残り10秒。僕はもう決まってるけど、言わない。5、だから4、カメラで遊んでる。3、2、1、話し合いは終了です。話し合いは終了です。大丈夫ですか？いきますよ。一、せーの、せ。あれ僕が2票だ。2票だ。大浜さんが2票です。そういうことはめくってください。人狼なってるね。そうだ、そうだ、はい、そういうことだ。なので人狼を見つけることができなかったので村人チームの負けですので、人狼チームが勝利の場合2ポイントずつ入りますので、うん、樋口プロと片山先生に2ポイントずつ入ります。いや、逆に俺に対するアピールだと思ったんだよね。あ、そっちを混乱させちゃいました。先生と変えたっていうので大崎に票を合わせに行こうみたいな作戦だなと思って。なるほどね。怖いんですけど目が怖いんですけど。よーし、目が怖いんですけど。この村マジ怖いんですけど。こっちがドキドキします。見てるこちらの方が。後で怒られそう。怒んないよ、期待してない。厳しい。いやー、今日は怒られないお仕事ですよ。怒られないけど、お仕事ですよ。お手遅れっす。はい、ではカードを選んで確認したら眠ってください。確認した方から眠ってください。それでは音を立ててください。音を立ててください。はい、参ります。オオカミさん、オオカミさん起きてください。オオカミさん、オオカミさん起きてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。確認ができたら眠ってください。続いて占い師さん、占い師さん起きてください。占い師さん、占い師さん起きてください。占い師さん、どちらのカードを占いますか。占い師さん、どちらのカードを占いますか。占い師さん、こちらでよろしいですか。占い師さん、こちらでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。続きまして回答さん、回答さん起きてください。回答さん、回答さん起きてください。回答さん、どちらのカードと交換しますか。どちらのカードと交換しますか。こちらのカードでよろしいですか。こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。では最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。はい、それでは朝が来ました。おはようございます。おはようございます。報告があります。報告、今回は市民です。以上です。それだけか。はい、人狼ではございません。あ、疑われたくないって感じ。はい、はい、うん、やっと市民を引けた。市民喜びで言いたかったのね。はい、もう二度と変えません、これを。おお、後から。はい、何があっても。なるほど、何があっても変えない。絶対市民、絶対の市民です。なるほどね、うん、私最初によく喋ってたから二人の話聞きたいな。
役職を暴り出そうとしてる？うん、別に。だって自分でバーって人間力アピールしちゃったら他のどの人が怪しいか分かんなくなっちゃったもん、うん、じゃあ分かった、樋口さんなんか言ってみてよ。え、今信じ、現状は信じてるから、現状信じてくれてます、うん、市民なので、この3人がどういうタイミングで何に出てもらうかみたいのを樋口さんに指示してほしい、はい、そうだな。じゃあやっぱり回答から出した方がいいと思いますけどね、うん、何を引いてたとしても、うん、まあ、出ないなら出ないでそれもいいですし、うん、はい、うん、せーので、はい、いきます、はい、いいでしょう、せーの、はい、出ないで、もしくは出れない、出ない、はい、じゃあ次は占い師ですね、占い師ですね、はい、結果も一緒にいきますか、結果も一緒にだと思います、はい、せーの、出ない、マジか、え、大事、おお、本当ですか、ワンテンポでも行きました、ね、このワンテンポをいたりでもちゃんと説明するね、はい、はい、私この2枚見てるんです、うん、回答と人狼なんですよ、うん、だからワンテンポ置いてもう一人出たら完全に人狼なんで、なるほどね、回答と人狼ね、じゃあ、うん、なので回答がいないことも知ってたし、だから先に話してって言いました、炙り出したかったんで、もちろんそれもあるけれども、まあ、そのワンテンポ置いた理由もその理屈もわかるけど、ワンテンポ置いた理由が出なかったから語ってやろうという人狼も全然あることは忘れないでほしいなと。じゃあいいよ、それで疑えば、うん、いや別に疑ってるとかではなくて、それで問診はどうかなと、回答から出そうっていうのは私の案だったんで、まあ、出ざるを得なかったっていうか、うん、そので最初に出れなかったのはありますよね、うんうん、まあ、確かに回答と人狼って言いやすいことは言いやすいよね、だから回答と人狼って知ってるから最初に言わなかったし、喋、うん、れなかった、うん、出てきたら、まあ、ターゲットになれるわけです、うん、出てきたら私とその人の二択でいいから、あ、ちなみに最初樋口さんは最初の段階で信じるって言ってる、今は別に全然フラットですからね、うん、僕の中では割と情報がないので、うん、大崎を信じるか信じないかっていうのが僕の中で投票先とかを決めるあれになってくるんだけど、現状は一応さっきその狼だからワンテンポ置いた可能性もあるとは言ったけれども、現状は一番一応信じてる、うん、うん、ただ信じてるとなっても鈍い情報がないですね、うん、情報がないんだよね、はい、先生はあんまり喋ってないですけど、いや僕は素直に ありのまま今の情報だけを見たらもうガクちゃんが人狼なんですけど、いや、樋口さんを白切りする理由は、私を信じてくれるんだったら人狼って一匹なんですよ、うん、目開けた時点で自分が一人っていうのは分かってるからもう語らないと思うんですよ、語らない、うん、一人しかいないから、仲間の人狼はいない、ここにいるので、うん、なので開口一番人間だっていうことは別にできます、できる、だから開口一番白だし、あ、白って言ってるのはそんなに信じられることではない、うんうん、そうだから最初、でも最初は信じたじゃん、それは今、うん、その言わないととりあえず村の信仰が進まないじゃないですか、白ですって言って大崎さん言いません、で、ね、先生と大浜さん喋ってくださいって言って、まあ、大崎さんがここに、まあ、人狼がこの村に一匹ですよって言った段階で、うん、私のその初日の嬉しさのあまりの白アピールが逆にそのそ何もカミングアウトしませんよっていう潜伏狼に見えたとしてもそれはしょうがないかとは思います、うん、ただ二人はとっても情報がないですね、うんうん、さらにないからね、はい、困っちゃいますね、困ります、はい、まあ今回は一応信じないと情報があまりにもなさすぎるので、ここが狼だったら僕はこのゲームはまあしょうがないなという決め打ち、ここが狼だったらあの瞬間で私がこのカードを決めてパッて言った私の起点の良さを褒めてください、そんな起点の良さないけどいやでも信じてますよ、まあそうだな、ここが狼とかだとしても あでも回答は先に出てないって知ってるから、うん、そうか回答いないって知ってるから、あ、まあ、唯一の難点は大崎さんをすごい信じている風に思っている、うん、まあ、私もそうなんですけど、うん、岡田さんとの二人狼っていうのはありますね、うん、まあすごい信じてる、大崎さん本当にあんまり信じてないですよ、僕は信じてないんですか、僕はそこまでは信じてないです、みんなの話し合いは終了です、大崎さんの人狼は終了です、それが僕の村っぽい感じ、皆さん大丈夫ですか？あんま大丈夫じゃない、大丈夫じゃない、いやこれもわかんねえ、大丈夫でも決めてもらっていいですか？決めて怖いですよ、うーん、
決まった方から挙手をお願いいたします。決まるね全然決まんない。これがもう本当難しいです。人狼。あーこれやられた。先生狼。さあ3名あれ人狼あれ行きましょう。人狼ってある不思議狼じゃん。やっぱ最初の直感じゃん。不思議だったのに僕の方疑ったんだそうかすり寄りに見えました。さあ、うん、大崎さんは本物の占い師でした。いやでも最初に一番最初疑った人だったから結構人間を消しちゃう。では人狼チーム、大浜さん一人勝ち2ポイント、ね、大浜さんに入ります。そうか。あでもよかった俺今どっちかに入れようと思ってたからどっち入れても勝ってたんだね。うんそうそうそうだ、ね、そうだ、ね、意外と票集めなかったね。そう、うん、そうか2票入るだろうなって。私も入れたら村も負けるんですよ、はい、このゲーム大変だね。毎回釣られて全部釣られてるんです。大丈夫ですか。全ずられるんですよ。一人勝ちって全ずられ、ね、人狼率とつられ率まで上がりますよ。いや全ずられです。今日つられ率も上がるという。でも俺人狼引いてる率高いな今日。悲しい回になってしまう。えいはい、ではカードを引いて確認したら眠ってください。確認したら眠ってください。はい、では音を立ててくださいね。いきますよ。はい、いきます。狼さん起きてください。狼さん起きてください。狼さんお互いの確認をしてください。確認ができたら眠ってください。では次に占い師さん起きてください。占い師さんどちらのカードを占いますか。占い師さんこちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。では続いて回答さん起きてください。回答さんどちらのカードと交換しますか。回答さんこちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。では最後に皆さんのカードを整えます。はい、それでは朝が来ました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。眠ってください。どうしますか。どうしましょうか。たまには先生なんか喋りましょうか。ういどうします。なんかさ、一番いい方法は分かってるんだけど、うん、私たちそれが面白いのかなっていうのはあって、うん、それなんですよ。そうなんだよね。でもさ、超やりたいんだよ。それ言いたかったんですよ私負けたくないから超やりたいんだけど、だから回答から出るのは、うん、確かに、うん、セオリーなのかもしれないけれど村側のセオリーなんだけど、うん、それが強すぎると思うんだよね、うん、そしてもう我々優勝の目ないし楽しみましょう。楽しくいく楽しくいろいろやろうぜ。それをやらないと二人狼だったら勝てないんだよね。二人狼の時に村が勝てない。相当きついと思う。偉い人が言ってた。人狼は楽しんだ人が勝ちだって言ってた。そうか、勝敗じゃないと。じゃあ今度逆に攻める占い師から行く。ああ行きましょう。いやいや、それ行きましょう。それで行こう、やってみよう、うん、ちょっとね、そうですね、うちの番組は楽しいことがもっと多いですから。はい、私は占い師です。あ、奇遇ですね。はい、はい、これ二人狼やだから人狼だと思う。いいや、はい、はい、結果言ってもいいですか。はい、あ、じゃあどこを占ったかをまず指さしませんか。ここ私もここです。まあそうなっちゃいますよね。でじゃあせーので、じゃあ私が先に言いましょうか。じゃあ、待って、どっちから言ってほしいですか。いや、あ、ダメだダメだ、どっちかってか、さあ、そっかいやもうじゃあ身内します。だけどさ、ここが狼だったら嫌だなって思ったのでも私がさ、2人分聞くのも学長からしたら嫌だろうなって思ったの。それは嫌だよね。1個目から言わない、せーので、こっちのカード。え、どっちが落としたか覚えてるもんなの。覚えてます。1個でいいよ、だからさっきの。ん ?1 個でいい。1個ずつ。よく分からんけど、じゃあそうします。そしてそう、まあいいや、はい、1枚目のカード、は
い、どっちか。あ、どっちか、どっちでもいいの？うん、はい、よ、せーの、はい、せーの、人狼。ほう、え、一人狼じゃん。絶対一人狼じゃん。一人狼じゃん。絶対一人狼です。じゃあもう一個のカード、せーの、市民。同じになっちゃった。ん？ってことは、これは決まりますね。違う、あ、ね、あのさ、すっごいちっちゃい確率だけどさ、人狼人狼ってないよね。ないです。ないしてないとなる、ニオオカミを疑っていた大崎さんはかなり怪しいと思います。え、なんでなんでなんで、違う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 、回答じゃないんですか。そう、だからそう、そういうことなんだよ、はい、回答なんだよ、回答じゃない、回答でしかない。いや、本当に回答じゃない。で、どっちがオオカミだったかは知らないけど、オオカミだった人は変えられてます。一人狼だったらそんな簡単に出れるかよって思っただけで、いや、二人狼いた時と、うん、二人狼いない時の回答の出方は変わってくるんで。わかんねえよ、そんなの。いや、それはすごい。でも、だって偽物が出たってことは二人狼じゃんって思わない？いや、私は思わないですよ。なんで？じゃあ相手は何なの？いや、私は占い師なんで、うん、一人狼っていうことはもう最初から分かってたわけです。じゃあこの人何？人狼ですよ。でしょ？はい。でも、で、片山先生から見たら樋口さんは人狼ですよ。でしょ？ただ回答が、回答が変えてるんだよね。はい、で、私本当に二人の目線からすると、どっちかが回答で、攻め出したガクちゃんが超怪しい。え、だって今のでだって攻め出したって今の結果聞いたら回答が変えてるからわかるじゃん。私本当に回答じゃないもん。樋口さんは今の時点でどっちが誰が、じゃあ今さ、人狼のカードはどこにあると思います？樋、はい、口さん目線で。私は片山先生が変えられて、うん、大崎さんのとこにあると。いや、マジでないよ。え、でも2人の主張は一緒になるはずなんだよ。どっちが人狼だったかは知らないけれども、回答と変えられていて、2人の目線からするとどっちかが今人狼になってるしかないんですよ、うん、で、それはだって僕が普通の市民だとしても、2人の結果がここが狼市民って言ってて回答が出てない以上はそれしかないんだもん。マジで聞いて、樋口さん、だから二人狼を疑ったとか怪しい。疑ったからさ、言ったじゃん、偽物が出てるってことは仲間の人狼が1人いるって思ったの。マジだよ。僕はもうでもやっぱり回答が出ないっていうことは、そうだって回答じゃないんだもん。だって同じ回答じゃないんだもん。そうやって僕は、まあ僕を説得するのは不可能だよな。僕はだって。お前は嫌いだ。なんでだよ。なんでだよ。嫌い発言。嫌い。いや、だって、いや、分かる分かって。私は全然回答じゃないし、偽物が出たから、残りの仲間がいるんだって思ったの。だって、私がさ、じゃあさ、人狼だったら、ね、あの、ここのさ、内訳なんてさ、分かってないじゃん。でさ、そうやってさ、実際ここに一人いたわけでしょ、人狼が。どっちが本物でも僕もちょっと喋るよ、二人が言った瞬間に分かるはずですよ。3だから、そんな間違ったのをさ、大きな声で言うわけないじゃん。話し合いは終了です。話し合いは終了です。すごい。はいはい、それではいきますよ。決まった方から挙手をお願いいたします。先生、よし、分かった。はい、いきますよ、はい、いっせーのーせ。あれ、あー、ここだ、全然。大崎さんが2票で、大浜さんと樋口さんが1票ずつ。なので、大崎さん、めくってください。あ、いやー、ここでしょ、やっぱ。はい、人狼、大浜さんでした。大崎さん、ここ刺すと思った。はい、そのお二人、うん、いや、もうそうなると、うん、北山先生と樋口さん、刺すと思ってください。樋口さんからのあまりの攻められっぷりに、はい、あー、こっちだと思った。人狼を知ってる人だと思ってました。いや、こまた人勝ち、またいいんじゃないですか、市民だとしても。2連勝、2-2にしたら勝てるんで。まあ、でも今回は回答だから情報が多かったんですよね、僕は。では大浜さん、大浜プロに人の勝利で3ポイント入ります。多分こっちだと思ったんだよ。でもなんかあまりの攻められすぎに辛くなっちゃって、さすがにこっちでしょ。ごめんね、うん、ごめんね。多分勝ったと思ったんだよね、うん、それで勝ってましたね。やりました。大浜さん結構ポイントが、ポイントが、はい、僕だって1回以外全部勝ってるわ。7ポイント、すごい。片山先生5ポイント、じゃあガクちゃんがもう1回1人で3ポイント、大浜プロ、あ、さっきプロ2ポイントです。まあ、これがポサマンポイントにはならないで、うん、なんないんで、あの、僕らの優勝がないんで、僕らの優勝ないんで、はい、僕楽しんでます。はい、ではカードを選んで、確認ができたら眠ってください、確認ができたら眠ってください、そして音を立ててお待ちください。はい、それでは参ります。狼さん、狼さん、起きてください。狼さん、狼さん、起きてください。狼さん、お互いの確認をしてください。狼さん、お互いの確認をしてください。確認ができたら眠ってください。
続いて占い師さん占い師さん起きてください。占い師さん占い師さん起きてください。占い師さんどちらのカードを占いますか。占い師さんどちらのカードを占いますか。占い師さんこちらのカードでよろしいですか。こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。続きまして回答さん回答さん起きてください。回答さん回答さん起きてください。回答さんどちらのカードと交換しますか。回答さんどちらのカードと交換しますか。回答さんこちらのカードでよろしいですか。こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。それでは最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。はい、では朝が来ました。おはようございます。話し合いを始めてください。はい、おはようございます。やっぱさ、はい、占い師から行くのがちょっと面白いね。そうね、あの回答のなんかさちょっと語りがさ、はい、いろいろなんかあって今みたいなパッションが出て、そうそうそう、なんか今のすげえ難しかったからちょっと今みたいにやりたい。わかりました。じゃあ占いから行きましょう、うん、自由に行きましょうか。自由に行きましょう、うん、なんかもう自由に占いから、もう別に回答が先に出てもいいし、あ、そうだね、そうだね、なんでもいい、パッション占い師、占い師、私はなんでもないです。実は僕がなんでもないです。私もなんでもないです。信じちゃう、うん、私ここが、うん、人狼と市民だったんですよ、うん、だから怪盗いるんですよ、うん、怪盗がいて怪盗が狼と書いてて出てきてない。そう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 、でもまだね出てこいとは言ってないもんね、うん、あの怪盗、怪盗に出てこいとは言ってないから、うん、でも今この大崎の結果が分かった瞬間に怪盗が市民や大崎と書いてたら真っ先に出ると思うんですよ、うん、なので大崎を真と置くんであれば、うん、怪盗が狼と書いてるケースがかなり濃厚じゃないかなと思います、うん、そして僕目線はここをもう真という前提で話をしますよ、はい、するんであればどっちかが人狼になってて、うん、どっちかが怪盗に変わってますよという感じですかね。人狼と市民、うん、だから回答が1枚あって、うん、回答の人が出れないのは人狼と書いてるからだと思います。そうだね、うん、ジョウスケさんはかなり素人でいいよね多分ね。そうなんですかね。疑うんだったらさっきも思ったんですけど、疑うんだったら他に占い師もここにいるかもしれないもんね。二人狼のケースがあって尾崎さんが語ってここにその市民市民とか、うん、でもさ、私がさ、二人狼で私が語るんだったらさ、うん、もう一人さ市民回答とかもう一人が、だからなんか大崎さんをすごい二人が信じてるのが私はすごく不審に思うんですよ、うん、じゃあもし私と樋口さんが狼だとするじゃん、ね、で私が占い師だって言ったら樋口さん何する。で、何もしない。しないの。何もしない。あ、そう、はい、うん、何もしない。やっぱり潜伏はした方がいいと思うんです、一人が語ったら。僕とりあえず今の話し合いでこことここのニュールはさすがにまあなさそうだなっていうのは思うので、そうだね、で今のこの今大崎さんをかなり疑ってるのがちょっと市民っぽいね。市民っぽいね。ニュールフの可能性はあると思います。なんか市民っぽい。かなり。でもニュールフだったとして、ニュールフだったとしても樋口さん目線はそしたらこの中に2人とか見るから結構勝ちやすいよね。そうですね、うん、はい、ニュールフで変えてるってことだよね、回答がね。回答が変えてるパターンだと思う。パターンで出てこれないっていう。うん、なるほどね。だったとしたらそれに気づいてくれた片山先生はちょっと嬉しいです。うん、うん、だからここはここは変えられてる。あ、そうか、変えられてることはないよね。ここと市民変え、そうだね。いや、市民と変えたら出るもんね、はい、だから出てないってことは狼と変えてるんですよ。人狼と変えてるわけ。1か2か分かんないけど、うん、狼と変えてるってことか。2だったとしたら大崎が偽物になりやすいのかな。2人とも潜伏ってする。それか本当に回答がいないパターンでここにいる可能性もあります。2人潜伏の方が当たりでってこと。2人で票を合わせれば分からん。4人とか5人とかでさ、多分 何人だと何が有利って多分変わるんだと思うんだけど、一応現状は大崎を僕は信じるのが一番楽ちんだな。どこに変えたかだから、どこと変えたかなんだよな。いや、全く分かんない。僕はノーマル睡眠。私はニュールフの可能性はあると思ってるんで絞りたいんですけど、でも大原さんとここのラインがちょっと見えましたね。片山先生は私にちょっと寄ってきてるんで、うん、ね、はい、でもどうすん、
ニュールフを追ってる樋口さんはなんか新っぽく見えるんだよね。でしょ？でしょ？え、じゃあニュールフを追ってどこに投票するんですか？そうなんです。そこまで言ってくれないと。大崎さんの芯を切ったわけじゃないです。ただニュールフの可能性もあるかなっていう、うん、もう市民的な意見なんです。ただの。だったら、はい、どこなのかっていうのを言ってもらわないと私は可能性あるようだけど、すり寄ってる大浜さんはかなり怪しいと思ってますよ。うん、まあ、ただなんか反論するんであれば、なんか樋口さんはそういう可能性を出してはいるけれども、具体的な解決策を何も出してないんですよ。じゃあ樋口さんにね、私も疑ってるのは大浜さんなんだけど。あ、そうなんですか。はい、僕は市民なんで、そうすると 3-0 になって負けてしまうので、負けてしまったら大崎さん。話し合いは終了です。話し合いは終了です。いや、知らん。わしは市民だから入れたいところに入れば、わしは市民やで。決まったから、だから挙手をお願いします。いや難しい。はいはい、いきますよ。一斉のせ。大浜さん2票、樋口さん、片山先生1票。ノーマル市民でした。わかりません、僕は。なると、答えは何もわかりません。じゃあ、お三方一斉に、せーの、これわかんない、せーの、せーの、せーの、かな。うわうまいな。回答さん、うまいな。帰った人狼さんでした。ということで、人狼チーム、市民チームが人狼を見つけられなかったので、人狼チーム、いや、ね、いや、大崎さん乗っ取りも超うまいですけど、市民だったから、乗っ取りのタイミングってめっちゃうまいですけどね。樋口さんに2ポイントずつ入ります。俺が変えられてる時、思ったよ今。さあ、私ね、ここに変えといると思ってたっすよ。このゲームは、今のゲームは僕目線だけ何も情報がなくて、占い師がいたタイミングが超良くて、私がただの市民だったら絶対信じるんですよ。俺だけわかんねえ。大浜さんが追い込まれていく図です。だってみんな何かしらの情報があったのに俺だけねえんだもん。いや、でも今のはかなりいい勝負。今の全然難しかった。いや、超難しい。全然わかんなかった。超難しいです。さあ、情報が持ってる人は持ってる人で、なんか悩ましいのか。私は情報持ってるんですけど。最終ゲームですね、次は。おお、ありますか。はい、それでは最終ゲーム参りたいと思います。皆さん全力で戦ってください。やばいな。確認ができた方から眠ってどこか音を立ててください。はい、参りますよ。音を立ててくださいね。はい、では最終ゲーム参りたいと思います。オオカミさん、オオカミさん、起きてください。オオカミさん、オオカミさん、起きてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。確認ができたら眠ってください。続いて、占い師さん、占い師さん、起きてください。占い師さん、占い師さん、起きてください。占い師さん、どちらのカードを占いますか？どちらのカードを占いますか？確認ができたら、こちらのカードでよろしいですか？こちらのカードでよろしいですか？確認ができたら眠ってください。では次に回答さん、回答さん、起きてください。回答さん、回答さん、起きてください。回答さん、どちらのカードと交換しますか？回答さん、どちらのカードと交換しますか？回答さん、こちらのカードでよろしいですか？回答さん、こちらのカードでよろしいですか？確認ができたら眠ってください。それでは最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。はい、それでは皆さん、最終日です。起きてください。おはようございます。おはようございます。話し合いを始めてください。じゃあもう全部自由にしましょうか。自由にしましょう。自由で。じゃあお育ちもありでいい？お育ち、お育ちもありで、お育ちもありで、何でもいいですよ。ここまで大崎さんとやり合ってきたんですけど、今回思い合っちゃってることが怖いな。え？っていうのは、私占い師を引いた回答なんですよ。思い合っちゃってることがただ怖いの。思い合っちゃってることがただ怖いのって何？何のドラマなんですか？よくわかんないけど、とりあえず僕はただの市民だ。僕も市民だよ。私は大崎さんが占い師と知っている回答です。で、大崎さんが私を占ってなければいいなと思ってます。占ってない。あ、よかった。あ、ね、占おうかと思ったんだよね。よかったー。樋口に投票しておけばいいみたいな、すごい思ってて、もうすでに、うん、だけど勝つためには、まあそうですね。占い結果は、はい、しょうがないですよ。いや、で、あ、そういうことじゃなくてね、すごい人狼人数も見えるから、うん、あ、私はここです、はい、よかった。何と何、はい、いや、あ、そっか、もう言ってんの、はい、人狼と市民です。ジジ人狼の、ジジ人狼。先生、これね、二択なんですよ、うん、僕らはお互い、この二人を信じるんであればお互いが狼だと思っています。ただし信じてるよ、うん、二人狼あるんだよ、これ。
女性最後2人が二人狼を語っているがあって、我々がでもそれはそれで絵的に面白いかなとは思うんだよね。あるけど、じゃあどのくらいの確率でそれがうまくいくのかっていうのを説明してからの方がいいと思います。確率というか、今回は自由に出ましょうと言いました、はい、そしてもし二人狼だったケースの話をすると、うん、樋口さんは大崎さんと思い合ってるんですという曖昧な言い方をしました、うん、というのは狼が狼に対してそういうアピールをしてたのかなというようにも見れるんです。そうじゃなければ真っ先に私は大崎さんを見ました、占いですとかいう言い方でもいいと思うんです。なのでちょっと僕は二人狼を疑ってます。うん、私がすぐに占い師で出なかった理由は一つ完全なのがあって、うん、そこに一匹人狼がいるからです、うん、全然そんな早く出ることで信用とかじゃないです。むしろ遅く出た方がいいと思いました。それは私がここに人狼が一匹いることを知っているからです。うん、でここが二人狼だとすると占いが絶対に死んでいて、回答が先生で変えてる、狼と変えてるケースもあるし、回答ここに沈んでるケースもあって、すごい追うのが市民なんで、回答じゃないんだよね。回答じゃないです。あ、回答、はい、回答でしょ、はい、だから二人狼を追うとすごい大変です。一人狼の方が我々簡単です。ただ差し、お互い差し合うことになって、その場合はこの2人が信じるか票を合わせばできないので、うまい具合に分裂すればいいんですが、でもさすがに今の出方は本物っぽいけどな。本物ですよ、はい、そんな嘘つけるかな。はい、じゃあ、ガクちゃんはうちらに投票すればいいんじゃない。いや、そうじゃなくて僕はあくまで可能性を追うんですよ、うん、だって間抜けじゃないですか、二人狼の可能性を追わないで、あ、お互いどっちか狼だねっていうのはかっこ悪い。でもさ、思考の放棄、リスク高すぎない？リスクも高いと思いますよ。ただ最終ゲーム、この絵面、めっちゃおもろいもん。ガクちゃんがニュールフを疑うんであれば、まず見てる人もいるから、ここに占いと回答があってっていうセリフが結構欲しかった、うんうん、なるほどね。両方ここに来てるってこと、そう、来てるっていうことを説明できて、片山先生が市民ですよね、うん、僕市民なのでここに占いと回答があるってことなんですよまで言ってくれたらよかったんだけど、なんかニュールフ疑うって、疑う材料をちゃんと言ってほしいなと私は本物の占い師目線で思っています。なるほどね、そうか、それもそうだ。残り1分、絵的にとかしか言ってないもんね。私が交換した理由としてはやっぱり戦いなんで、やっぱりここと交換して敵陣営になりたいっていうのはもちろんあったんですよ。うん、あ、まあそうだね、敵陣営になって戦いたいっていうのはあったんですけど、やっぱり一緒だったんで、最後は。いや、めっちゃ本物っぽいな。そして確率通りに言うんであれば、僕目線は先生だ、先生目線は僕だし、そのパターンが一番多いんですよね。まあ、そうか、そうか。残り30秒。でも私、先生の方疑ってる。え、なんで？頑張ってる人に投票したくないから。頑張ってるから、うん、でも結構ニュールフとかいろんな意見はそうパシは出してます、ね、自分から票をもらいに行きかねない、うん、逆に狼だったら、まあ、必死感はあります。逆に視点もらってワンナイト人狼ってあんまり視点もらしないと思うんですよ。話し合いは終了です。はい、それではご意見決定された方は挙手お願いします。はい、それでは揃いましたのでいきます。一斉のせ、お、あれ、これは、あ、大浜さんが2票、先生も先生も2票、はい、よかよか。じゃあお二人同時にお願いします。せーの、わおー、ノーマルノーマルバタースね。はい、それでは一匹狼が見つかりましたので、市民チームの3名に1ポイントずつ入ります。市民で勝ったの久々だな。それではポイントを集計しますのでご勘談お願いします。そう、ワンナイトって結構パターン限られてるから、人狼の方が視点漏れなくて、さっき僕が2人占い出てて回答だよって言った時っていうのは、僕人狼だから全部内訳分かってるじゃないですか。だからすぐパッて言えたんですよ。で、市民だとやっぱりたどり着くまで僕は時間かかるんですよ。だから普通の人狼だとパターンがすごい多岐にわたってしまうんですけど、ワンナイトは結構
もう透けやすいから、うん、視点漏れし、まあ人によるんだろうけど、視点漏れが嫌なんだね、そう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 、オオカミは視点漏れしづらいゲールかなとは思う。なるほど。まあ慣れはあると思いますけどね、うん、逆に普通の人狼とかだと岩尾とかは、うん、普通の人狼は村だと視点漏れするって自分で言ってたんだよね、うん、狼は矛盾がないように考えて神先の自分で選べるから視点漏れしない、うん、市民だと視点漏れすると、うん、慣れてる人はそうなのかもしれないですね、うん、まあ人によるけりかな。出ました、人狼分かったかな人狼人狼ポイントを発表させていただきたいと思います。それではお願いします。どうも。最終ゲームがですね、大浜プロが3ポイント、片山先生2ポイント、男性陣が最後ちょっと頑張ったんですね。樋口プロ1ポイント、大崎プロ0ポイントということで、トータル樋口プロめっちゃ狙われました。ついに優勝しました。ついに来ました。ワンナイトルームの前、ここが1っていうの初めて。いつも0だったんですけど、1っていうの初めてなんです。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。はい、樋口プロが頑張って、やっとね、はい、悲願の優勝を。悲願のですよ。ずっと負けてます。ずっと。はい、それでは皆さん、じゃあ、モニターの前に集まっていただいて、はい、エンディング皆さんにご挨拶しましょう。女性が真ん中に方が。あゆ、さっきのとこで。あ、さっきのオープニングの並びで。それでは、大浜さん、いかがでした？ああ、なんかね、こんだけ人狼で活躍できた分、あの2ゲーム目のラブレターで最後、さっき考えたんですけど、姫って言わない選択肢がほぼなさそうだったので、それがやっぱりちょっと悔やまれるなと思います。でも、いやあんないと面白いな。いやでも結構なんか、あそこ気づくんだみたいな、うん、結構コメントもあったので、うん、そう、なんか僕最近スリアル村、知ってます皆さん、スリアル村って僕調べたんですよ。ここ10戦、1勝9敗なんですよ。で、勝った一勝がなんと初日に釣られた村なんですよ。完全に疫病神なんですよね。役に立ってないじゃないですか。そう、完全にいらない子みたいになってるんですけど、うん、まあちょっと今日、はい、あの人狼ちょっとは本当は知ってるんじゃないかなって思ってもらえたらそれで満足です。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。では初登場大崎プロ、ありがとうございました、はい、いかがでしたか。人狼以外では初めて出ていただいたかと思うんですけど、はい、はい、こういうコメントがさ、すごい苦手でアドリブ芝居みたいので特訓したのに、うん、今、うん、何も出てないあれだけ舞台に立ってるのにアドリブの舞台じゃないですか、ね、どうしたの、ね、本当に苦手で、そうなんだ、うん、いやでも、なんか嘘をつくのしんどいですよね。しんどいですよね、うん、実はそうなんだよね、うん、うん、あの市民とかスワットがいいんだよね。いいんですよ。そうすると頑張るけど、そう、人狼だとあんまり力が出せない、ね、何回占い師引いたと思ってるんですか。あれ毎回こうやって2枚見て完璧な占い師で負けたもんね。あのバチバチバチっていうね、あの時の負けた時ね、すごいテンション低かって怖かったですよ。男性陣がちっちゃく見えました。はい、はい、ぜひ出ていただいて、まあ、ヒルダーヒルダーってコメントもあったんで、あ、本当に、はい、夜だけどヒルダー告知とか告知はないです、はい、ないです、大丈夫ですか、はい、ぜひゲームの達人、あのチャンピオンになるとグランドチャンピオン大会出演権があるので、あ、ぜひまたお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。お待ちしております。それでは最後に優勝しました樋口プロ、悲願の優勝です。ありがとうございます。いつもですね、あのいいところまで行くんですけど、ワンナイト人狼でガーンって間違って優勝できないっていう、このワンパターンだったんですけど、引きがね、樋口プロはいつも人狼を引いちゃう。今回はやっぱりワンナイト人狼、今までで一番楽しかったですね。やっぱりこう人狼慣れしてる、うん、まあ、大崎さんもちろんですし、まあ、大浜さんも相当慣れてらっしゃるので、やっぱりレベルがとっても高くて、うん、自分がやっぱり一人人狼の時とか、ね、やっぱりすごい追い詰められてる時のあの時とかたまらないですね。たまらないですね、はい、たまらないんだ、たまらないですね、帰りたくなるけど、もう本当にあもう怖いなとかって思うのもあるんですけど、はい、やっぱりなんか一緒にこういう風にワンナイト人狼ができることがすごい嬉しかったです。なんか出演者をお伝えした時も、うん、そんなメンバーできるんですかみたいな感じで喜んでらっしゃったんで、はい、なんかこの、はい、あのメンバーでワンナイト人狼、あ、まあ、他の2つのゲームもなんですけどできたことが今日本当に
嬉しいです、はい、優勝とかはなんかまあまあ、だと思いますけど、はい、はい、もう本当に楽しかったです。はい、続いてあのグランドチャンピオン大会出場権得ましたので、やった、はい、第2回グランドチャンピオン大会に出演権を、はい、やった、そちらもぜひ頑張っていただきたいなと思います。片山先生、最後にお願いします。はい、やっぱりね、このメンバーね、あのレベルが高いんですよ。高いですね。だから、やっぱ苦しいけど面白かったです。タイムボムにしても、はい、人狼にしてもね、やっぱ樋口さんはね、嘘をつくのがうまい。タイムボムの時の絶対そうだと思ったもん。あれびっくりした。すごかった。もうマジでって。思いましたね。ゲームやっててマジでってなるのが本当久しぶりなんで、もうやられた感しかないですね、今日ね。そして自分はチョンボをしてしまいました。この間もね、なんかね、自分間違って誰か違う風に刺しちゃって、チョンボみたいにやっちゃったんで、これからもどんどんチョンボしていくと思いますけど、あの、ちょっと、お付き合いくださいね。こんなボケてるけどね。はい、来週ポンコツ村です、ね。あ、ポンコツ村ね。またポンコツ村を発揮します。はい、ポンコツ村ありますね。はい。10月穏やかな雰囲気の人狼ですので、はい、ポンコツ村も見てください。凡人たちが頑張ります。凡人たちがいっぱい出ます。はい。凡人たちがローリングもします。ローリングし、もしかしたら豊なんとかさんも。知らないし、豊なんとかさんが予言先はって言われて、あ、どうしようって決めてなかったっていうのをすごい楽しみにしてます。豊なんとかさんがね、絶対出ない。さあ、それでは皆さん、あの、お疲れ様でした。お疲れ様でした。見せていただきました。それではですね、また来月もゲームの達人ございますので、皆さん、視聴者の皆さん、そちらもご覧ください。で、グランドチャンピオン大会メンバー決まりましたら開催いたしますので、そちらもお願いします。では皆さん、手を振って終了しましょう。皆さん、長い間視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ポンコツ村も見てね、見てね。出れないけど